インスタライブ、始めさせていただきます。ちょっとまだ人数が集まるまで2、3分待とうかなと思っております。その前にちょっと今回の書籍の説明をしていくんですけども、私コロナになってから2020年の4月から自分の SNS で、ハッシュタグステイホームでずっと毎日1枚絵を投稿していたんですけれども、それを1年間続けてまとめたのが去年ディスタンスというタイトルで出版いたしました。で、そうですね、本当は最初はですね、コロナっていうものが1年間で終わると思ってまして、なのでディスタンスのみで完結するはずだったんですけども、なかなか収まる様子もなく、それならばまあ本当にコロナが収まっていく様子、なくなっていく様子までちゃんと記録したいなと思いまして、ずっと今も書き続けている次第です。今お見せしているのがディスタンス、前作のディスタンスと今作のエッセンシャルです。そうですね、だからまあ本当は一巻で終わっていれば非常に良かったんですけれども、まあ幸か不幸かということで第2冊も出まして、皆様のところにお届けできた次第です。1年目とはねまた違って、慣れとか諦めとか疲れとかそういうものが書かれていると思うので、またぜひ2冊を見比べていただけるといいのかなと思います。そう、 SNS ではねただタイトルと絵だけで投稿しているんですけども、書籍版だとその時どんなコロナのニュースがあったとか、まあ時事ニュースと一緒に私の一言のコメントなども添えられていて、まあ、より詳しく見ることができるかなと思います。楽しんでいただければ幸いです。で、あとエッセンシャルの方はですね、解説が辻村美月さんに、作家の辻村さんにいただいてまして、これが本当に素晴らしいものになっていますので、読んでみてください。本当に素晴らしい文章だと思います。なのでちょっとやっていこうと思います。サインを希望の方に入れながらいただいた質問にお答えしていくという形です。で、もし途中で時間少し余裕があるので、このインスタ本体にインスタライブ本体に質問をいただいてもお答えできるかと思います。なので始めていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ1人目、あ、すいません、私編集の野口です。よろしくお願いします。1人目の方からいきます。中川まりかさん、はい、サイン、いつもの天使のイラストとサインですね。今日は5月15日です。はい、います。じゃあ私質問を読んでいきましょうかね、はい、じゃあ中川さんの質問を読みますので、キューさんに答えていただこうと思います。今日のイラストを制作するのにかかるお時間はどのくらいですか。これねあんまり難しいんですけれども、その絵によってかなり違っているんですけど、だいたい 2,3 時間以上はかかっているので、まあ本来の業務に差し支えないくらいの程度で抑えるようにしてます。あまりそれ以上時間かかってしまうようだったらもうやめて、次の日回したりとかそういうことをしています。はい、はい、あ、どうでしょう。じゃあそんなにあれですか、いつもたくさんの日時間かけてるってわけじゃなくて。いや、もう1日かけちゃったらね、私は本来漫画家なんで漫画を描かないとね生きていけないので、はい、その漫画を描く時間をちゃんと確保してその
ステイホームのイラストを描くということをやっているので、まあ、あまり漫画が忙しくなってしまうとね、ちょっと描けなくなったりとか、うんうん、あとはそのこう、ね、ステイホームのイラストを描くために朝ちょっと早起きをしてやるとか、時間を捻出するなりしてやっています、うん、なんであの、うんうん、結構ね大変なんですよ実は。かなり大変かもしれない、うん、そうですね、はい、ありがとうございます。あと一応ごめんなさい、あの途中で今コメントがあったんですけど、ライブのこの動画をまた別で撮ってるので、あのまた改めてあの動画もアップしますので、とりあえずその返事もしておきます。今ちょっと動画、はいはい、ちょっと途切れちゃった方がいらっしゃったので、はい、っていう感じです。中川さん一番目初めでした、ありがとうございます。はい、はい、2番目の方いきます。ディスタンス、次はチョコさんかな、はい、なんだろう、なんか変化をさせようと思って本を持たせたりしてます。はい、なんかチョコさんですね、チョコさん、はい、C-O-C-O ですね。質問なんですけど、時々登場する天使たちはどのような存在ですかというご質問でした。ああ、それすごい、ね、よく言われるんですけど、あまりに私自身では答えを用意してないので、もう皆さんで考えてくださいとしかというようにしてます。でなんか、ね、たまにすごい死、これは死、なんか死の象徴ですかみたいな、あのすごい不吉なことをおっしゃる方もいる、まあまあ、そこまで不吉な存在では私の中ではないんですけど、まあ、そういうふうに考えてくれてもいいのかなと。私的には、ね、むしろなんか寄り添ってくれるなんか存在のようなものを書いてはいるんですけど、なんか、ね、これは本当に皆さんが勝手に定義してくれていいかなと思っています。なんかね、すごい確かに なんでだろうっていうのはあるんですけど、なんで書き始めたのかなっていうのも自分でも不思議なんですけども、うんうんうん、なんか皆さんがそれぞれに解釈して自分の必要なものを当てはめていただければいいのかなと思ってます。不思議な存在ですよね。今回も鳩に説教をしたり、鳩に説教、まあ、これは本当にねあるあのキリスト教 あの一、はい、テーマなんですけど、うんうん、まあ、まさに天使のお仕事をしてるんですけれども、うんうん、まあ、何でもいいんじゃないかなと。特に宗教的な意味は、まあ、ないじゃないです、うんうんうん、まあ、時折登場するお守り的な感じかな、うん、お守りいいですね、お守り的な感じですかね、うんうんうん、はい、はい、ありがとうございます。じゃあチョコさんの分、はい、はい、じゃあ3人目いきます。次がアツシさんですね、はい、はい、今回は全部ポージングは変えられるんですか。いや、うん、適当です。適当です。ちょっとね、あんまり凝ってしまうと進まなくなっちゃうから。はい。あ、皆さん、天使気になってましたっていう方も。はい、どうぞ。はい。じゃあ、厚志さんのご質問です。刊行おめでとうございます。各作品の絵とタイトルの組み合わせがとても印象に残りました。先に風景、絵がありきなのか、先にタイトルがある上で作画されているのかが知りたいです。これからの京さんの描かれる作品も楽しみにしています。とのことでした。ああ、もちろんね、先に風景とか絵があって、タイトルっていうのはですね、本当にあの、ツイッターとかあの SNS にアップする瞬間に考えて出しているので、もう本当3秒ぐらいで考えたものを適当に出しているので、自分で結構ね後から見返すとタイトル忘れていたりとかすごいあるのでかなり適当なんですけれども、でもなるべくねなんか説明しすぎず、かといってなんかなんだろう、あんまりネタバレになってもいけないしとか
いろいろバランスは取ってやっているつもりです。まあね、タイトル一つでね非常にダサくなってしまうので難しいので、すごいさじ加減が必要なんですけど、でもまあ3秒ぐらいでビシッと決められたらいいなと思ってます。3秒で決まるんですか？いやー、決まんない日はもうしょうがないなって思って出してますあと忘れることにしてますうんうん、うん、で絵を風景を見た時にあって浮かぶこともはない、ほとんどなくて、もう描いてるうちに、あ、これはこういうことだったのかなって自分で話ができてタイトルが浮かぶっていう感じですかね。でもね、本当タイトルね、無題とかにすると本当かっこ悪いので、はい、あのなるべく頑張って思いつくようにトレーニングしてます。トレーニングありがとうございます。大丈夫かな。じゃあ淳さんの質問でした、はい、じゃあ、次が4人目です、はい、ではね、メリさんです。さっき地方で展示っていうご質問があったんですけれど、今ですね岡山で、複製原画展が明日から開催するのと、あと実は長野で秋にちょっと1個やろうかなっていうのが予定して、まだまだ先なんですけれど予定がありますということだけ伝えておきます。あ、そのメリさんがはいと、あ、お返事をされてますね、はい、ありがとうございます。メリさんのご質問が、一番好きな色は何色ですか、理由も教えてください、うん、これさっきもちょっと何なんだろうっていう話をしていてでも私本当に普段ねあんまり色にこだわりがないというか、ちょっともう本当にね服とか汚れが目立たないから黒しか着てない、今日も黒いですね、いやもうだって目立たないからね、はい、みたいな、それ、はい、あんまりねこだわりがなくてですね、あと物とかもそう、なんかね私すごい iPhone のケースのカバーの色が ピンクじゃなくて ど黄色すごいもうすごいものすごいイエローなんですよ。でなんかそう別に黄色が好きなわけじゃなくて、ただ見つけやすいから黄色にしていて、でお財布もすっごいドピンクなんですけど、これも別にピンクが好きとかいうわけではなくて、ただあの目立つからピンクにしてるだけでとか、そういうなんか消極的な色選びが多くてですね、あんまりこうプライベートでの色選びはもうかなりひどいですよ。でもまあね、でも色はね、作品の色は青が多いなとは思いますし、うん、なんかね落ち着くというか、でもそうですね、真っ青というよりちょっと水色っぽい青が好きかなと思いますけどね、うん、最近はそこにちょっと紫色入れるのが好きだったりとか、ちょっとその時々によって使う色はちょっと流行りはありますけど、うん、まあ基本的にはねすごくあの今日マチコといえばブルーだよねみたいな話はされるくらい、うん、作品中ではよく使ってます。本当に派手な色のね、いや本当にちょっとね自分、いや本当不本意な色選びの中で生きてるんですけれども、うん、ね、うん、そうですよね、いや iPad もなんでこれピンクなんだろうとか、ね、ちょっと本当自分で不本意すぎる、不本意な、本当はね全部黒とか全部白とかなんかかっこいい感じでまとめたいんですけど、うんうん、全部黒でまとめてる人とかよくそんなんで財布見つけられるなとかちょっと思いませんっていう人のこと人のことを言い出してるそうなんですけど、あの、まあ、でもまあ作品中ではやっぱり青が好きなんだろうなと自分では思って、という感じでメリさんのご質問にお答えしました。続いて、ケンスケさんですね。今コメントを見てるとやっぱり青が好きって好きなのかなって方がいらっしゃいますね。いやでプライベートで青はね全然ない、青いも、ね、青い服もないも、何にもないなっていう、青い服着てるの見たことないかもしれないですね。いや服着てること自体がちょっとよくわからない、いやちょっと何言ってるかわからないですけど、うん、服じゃあ健介さんのご質問です、好きなラジオ番組はありますか。
まあ、ラジオ番組というか最近ポッドキャストで、まあ、前も言ったかもしれないですけど、古典ラジオっていう、まあ、ラジオってついてるんですけど、ポッドキャストが好きで、これ歴史解説の、ポッドキャストなんですけど、本当これはおすすめで、もう歴史好きじゃない人でもおすすめしたい、非常にためになるというか、すごいすごい詳しく本を読んでくれて、それを解説してくれるんですけど、歴史毎回1テーマで、まあ本当に今の若い人の視点でもう一回歴史を振り返るというか、すごく今時の解説で、なおかつもう知識量が半端なく増えるという、私の代わりにもう毎回何十冊の本を読んでくれて、それをなんか伝授してくれるって、すごいありがたい番組なんですよ。もう古典ラジオも激推しで、やっぱもし受験生の方とかね、本当世界史とかぜひ苦手だなと思っている人がいたら聞いてほしい。世界史系なんですか？世界史系、まあでも基本的に世界史が多いのかな。でもまあ日本史もやってくれているので、まあ歴史なんでもみたいな感じで、うんうんうん、いや本当おすすめの素晴らしいポッドキャストなので、ただで聞いてしまうのもったいないので、ぜひなんか投げ銭というか、一応寄付のシステムがあるので、はいはい、それをしていただけるといいと思うんですけど。お仕事の時に聞いてるんですか？あ、そうです。私ずっとさ、12時間とかやるじゃないですか、はい、だからその間耳はお留守なので、もうその間ずっと聞きまくっているんですけど、ポッドキャストとかオーディブルとか、オーディブル聞いてる印象がありますね。あとはまあ YouTube も聞き流すとかですけど、はい、まあ見ちゃうと、見ちゃうとね、まあ見ちゃうとちょっとダメですね。でもまあ一応 見る時もありますけど、うんうん、そんながっつりこう正面に置いて見るっていうことはないですね。なるほど、ポッドキャスト、ポッドキャストおすすめです。激推しの。あとはね、YouTube でひたすら13時間太郎さんっていう人が世界史に受験世界史を解説してくれるっていう YouTube とか、それも世界史なんですか？世界史なんですけど、私それすごい好きで、本当に締め切り間際の時とか、その13時間の世界史をこう聞き続けるっていうことをやってます。受験世界史ですけどね、そっちの方は。逆になんか頭がパンパンになっちゃいそうな感じですか？いや、なんかもういつの、あ、いや、さっきまでローマやってたのにもう近代史になってるみたいな、こう時間を感じることができるできるのでおすすめです。ちょっとしたトリップですね。そうです、そうです、楽しいですよ。シュメール人とかやってたのにって思うんですよ。シュメール人やってたのに、うん、ありがとうございます。はい、じゃあ健介さんの質問でした。はい、じゃあ次いきましょう。次はパクソナさんです。はい、質問で BTS 聞きますかとかありました？あ、 BTS 聞いてますよ。お、大好きで。あ、大好きなんですか？そうですね、めっちゃ聞いてますね。結構初期から好きっていうのもファンの方に申し訳ないからあれなんですけど。あ、そうなんですね。うん、なんか渋谷の109とかでなんかフェアやってた、フェアやってたっていうのもあれですけど。いや、結構前から好きかもしれないですね。あ、そうでしたか。BTS の話したことなかったですね。そうですね、だってみんな好きじゃないですか？私も好きです。好きですよね、みたいな。はい、もう死ぬほど動画見てますけど、うん、そうでした。そういうのは聞かないんですか？あ、でも音楽を聞く時もあります。でも音楽もあんまり意味があるのを聞いちゃうとちょっと歌っちゃったりとかして、うんうん、歌っちゃうんですか？その気がそぎれるので、はい、なんだろう、なるべく洋楽とか、はい、あとなんかイーストっぽいものを聞くようにはしてます。すごいなんか懐かしのなんか2010年代ヒットとかそういうなんか邦楽のを聞いちゃうとすごいもうこう盛り上がって、歌って終わるじゃないですか。そういうのを聞かないようにしてます。なるほど、はい、あ、すいません、失礼しました。次、じゃあパクソナさんのご質問なんですけど、一日中一番好きな時間帯はいつですか？あ、一日で、いや、いつなんだろう。いや、自分が気分がいい時間が一番いい時間だと思うので何とも言えないですけど、 でも意外と昼下がりとかって、まあ、これ私みたいにちょっとフリーランスというか自営業者だから言えるんですけど、うん、なんかこう人があんまりいないけどこう日が照っていて
いい時間帯ってあるじゃないですか、うん、午後のこう1時とか3時ぐらいの、うん、なんかああいう時間に一人でブラブラしてるのはなんか特権を感じて、うん、好きですね。なんかねあんまり人がいない時間帯ってあるじゃないですか、昼間でもありますね。ビジネスの方が仕事されててなんかふっとこう誰もいなくなる時間みたいなのがあって、なんかそういう時にいいなって思ってます。その時は仕事のこと、はい、仕事をしつつですか、仕事のことちょっと忘れたりするんですか。あ、そうです。なんか用があってこう出るとかあるじゃないですか、なんか例えばなんかこうポストに何か投函しなきゃいけないから出るとか、はい、なんかそういう時間に、あ、そういえば今街に外に出てるの私だけだなみたいな時間がポコッとあると、すごい、うんうん、わなんか不思議、素敵だなって思います。素敵な話でした、はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、たくさんの質問がありまして、次、メイさんです。そうですね、ですかね、日中ちょっとぼーっとなんか変な時間に外に出れるっていうのはですよね、うん、変な時間ですよねそうなんです、大体ね、はい、ありがとうございます。じゃあメイさんのご質問です。この春から社会人になりました。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。働く上で心がけていることはありますか。なんだろう、フリーランスって言った後フリーランスとか言っちゃうとちょっと会社員みたいなちゃんとした人っていうのもですけど、うんうん、なんでしょうね。でも私はあんまり遅刻とかしない方なので、まあ、まず遅刻しないっていうのすごい大事だなって思ってて、うんうん、なんか遅刻しないだけで結構評価上がりませんかっていうのはいや遅刻する人って結構ね無自覚にね相手にねマイナスポイントを与えることがあるので要注意だなって思います、はい、いや、はい、なんかいやちょたまに本当にね事故とかでねそういうの遅れるとかいいんですけど、うん、なんかこう基本こうこの人は必ず時間に遅れないっていう印象を持たせるのってすごい大事だなと思ってて、なんかそういう印象があるだけでなんかこの人仕事ちゃんとしてるみたいな風に、うんうんうん思いませんか今までその私があのお仕事をしてきた中でそう思ったりしますね。なのでこうとりあえず遅れないっていうのは大事かな。あとはまあ本当に自分の心をまず大事にしてくださいねっていう、あの真面目な人ほど本当にすぐにあのちょっとね心をね風邪をひいてしまったりとかするので、本当にあのそこは本当に気をつけてと言いたいですね、うんうんうん、でも本当ね時間大事っていう思うんですけど、はい、時間、いや本当で相手より早く来ることで相手にプレッシャーを与えるという技も私ちょっと思ってるんですけどそうですか結構なんかこう大事な場面とかでこうなん、うん、とりあえず相手より早く席についておくことでこう、うんうんうん、こっちの一応誠意を見せるっていうのありませんっていう、はい、ありませんで、はい、なるべくいつも遅れないですよね、はい、いやいやなんかねこうゆるっと毎回5分遅れてくる人とかってどんどんやっぱね評価が下がっていく気がするんですよね、はい、ていうかなんかすごい嫌だビジネスショーみたいなことを言っててすごい自分で自分気持ち悪いので、ね、これぐらいにしとくんですけど、はい、ビジネスショーっぽいですね、うん、すごいすみません、 なんか小さなことからできるっていう意味では ね時間もそうなんですよ、ね、一番簡単で確実な方法っていう、はい、だと思います。社会人、うん、おめでとうございます。頑張って頑張ってください。社会に出るわけですね、うん、はい、じゃあありがとうございます。メイさんご質問でした、はい、次が伊部さんですね、はい、伊部智孝さんの伊部さん、皆さんももしコメントなどこんなこと聞いてみたいななんてことがあったらぜひ書き込んでみてください。一応全部見ております。青いペン、あ、そうですね、ちょっとインク切れがインク切れがね、ちょっと起きがちなペンなんで、きょんさんね、いつも
サインの色違いますもんね。そうです、4本ぐらいを。4本ぐらい。何が来るか楽しみって感じですかね。そうです。あ、質問をいただきました。ありがとうございます。はい、じゃあこの井出さんからの、まあ、先に井出さんの質問から。はい、ご質問ですね。はい、井出さんの質問です。最近の一押し映画を教えてください。一押し。なんだろう、最近何見たかな。ちょっとあんまりね、映画館に見には行ってなくて、ちょっと試写とかが多いんですけど、なんだろう、そうですね、最近見たのでは、あ、マイスモールランドかな、移民問題の、クルド人の女の子と、あの首都圏ですかね、東京に住んでるのかな、だと思うんですけど、あ、東京じゃないのか、東京と埼玉の境かな、なんかそういうところに住んでるクルド人の女の子の、まあ、問題を扱った映画を見まして、あの非常によくできているというか、あのあんまりね、そういう難民問題ってすごく政治的になっちゃうと結構みんなほとんどの人は見る気が失せていくだと思うんですけど、それは本当にただ一人の女子高生の女の子が自分はどうしようっていう悩むところを中心に書かれているので、すごくあの見やすいし、あのなおかつあの多分本当に自分の問題としてあの難民問題が入ってくるいい映画でした。あのぜひあの見ていただきたいなと思います。すごく良かった。 まだ封切り前なのかな、もうすぐ多分公開されると思うんですけど、あの主人公の子がねすごい可愛いあの、あのビビのね、もビビの子かな、ビビのモデルさんなのかな、なんとかリナさんっていう、すごい、もうすごい可愛い、可愛いんですよみたいな、可愛いんですよっていうのもあれなんですけど、はい、もう本当にその子見るだけでもすごく綺麗な青春映画になっているので、まあ、問題はねすごく綺麗ではないんですけど、あのすごく身近に考えられるいい作品だったと思います。映画はあれですか、コロナになったから見る量は減ってしまいましたか。いや、もともと、ね、忙しいからそんなに行けないんですよね。 あとね、今やっぱネットフリックスとか、ね、はい、Amazon プライムとか家で見れる環境がすごい整ったので、そもそもねあんま出なくても良くなったんですけど、でもそうですね、でもよく試写とかはあのいただいているので、それなりに見てはいますね。じゃあ、宇部さんの答えして次で遊びましょうか。はい、鈴木良平さんです。これは、お子さんのお名前だそうです。お子さんなの、はい、小学校1年生のお子さんの。あ、いいや、じゃあランドセルにしました。あ、ランドセル、いいですね。でも羽とランドセルって干渉し合わないのかとか言われて、というかランドセル、確かに天使の羽ランドセルとかありましたよね。軽いやつですか。そう、ありましたね。天使の羽みたいに軽い。私の時はあったんですけどみたいな。ありました。今もあるのかな。羽ランドセル。鈴木亮平さん。鈴木亮平さん。小学校1年生。いや、おめでとうございます。入学。あ、いいですね。ランドセル。天使の羽ランドセルと回し物みたいになっちゃいましたけどすごく軽い、はい、多分そうだと思います。しょったことない、しょったことない。ありがとうございます。そうしてましたら、息子さんからのご質問だそうです。陽平くんかな、なんて賢い、はい、好きな場所はどこですか。好きな場所はどこですか。あ、どこだろう、まあ、自然が多いところ、川べりとかが基本的に好きですね。あとは逆にすごい全部が人工的なビルしかないみたいな場所も結構好きなんですよね。なんかその両極端ですね、うん、すごいこう自然が緑があるみたいな場所とか、そのもうガチガチに四角しかないみたいな場所が好きです。なんかね、なんか私多分もともと建築顔を目指して高校時代勉強していたせいか、多分なんか建物したものを見るともうテンション上がるところが多分なんかあるんですよね。なんかすごいこう建造物見るとうおーみたいな、はい、燃えるところがあるんだと思います。でもあの自然、基本自然が好きですね。その前の報道ステーションのね、はい、あの収録の時に
ずっと徳永アナウンサーにこれ放映されたかちょっと覚えてないですけど、これね多分カットされてる、バカバカしすぎてカットされたんですけど、ずっとね父ちゃんがねちょっと線の線がいいっていう、あの、ね、構造物についての思いを語ったんですけど、ちょっと徳永さんにはちょっと通じなかったっておっしゃってね、あの流されてました流されましたけど、あのね本当あのもうビシッとパースが効いてるっていうか、はい、大好き、綺麗にパース入ってる風景とか本当、うんうん、もう本当大好きで、お店のね、なんか大好きなんですよ、はい、ガツガツ興奮して喋ってた印象が、はい、そうなんですありました、はい、っていう感じでしょうか、はい、小学校1年生のお答えに、すいませんちょっとどうでもない、マニアックな、もうちょっと学校に関係の話も良かったのかなまあでも川とかね、あの、うん、広い野原とかいいと思います、うんうん、いいですね、ありがとうございます。じゃあ次書かせていただきます。いや、ももこさんです、はい、じゃあ、ももこさんのご質問をお願いします。まず、ももこさんから。まちこさん、第2弾、とっても嬉しいです。おめでとうございます。前回、あ、ディスタンスの時もご参加いただいたんですね。前回、質問させていただいたことと同じ質問を。ぜひ、今作もお気に入りや思い入れの強い作品を教えていただきたいです。ということでしょうか。はい。思い入れの強い作品。ちょっと待ってください。見よう。見ようみたい。そうですね、ももこさんは、うん、何度も何度も保存用でもう一冊買ってくださったんです。あ、はい、ありがとうございます。本当に素晴らしい。3作目もぜひとのことです、うん、そうですね、なちょっと待って、思い出のある作品、あ、でもこれとかは、そう、これ私ちょっと途中で、あの震災、東日本大震災の被災地をちょっと巡る旅をしてきたことがあって、その時にちょっと撮りためた写真を使ったりしてるんですけど、なんかこう、これ本来ならば津波がバーッと駆け上がってくる道を歩いてたんですけど、なんかちょうどね、私が歩いてた時もう夕暮れ時になっちゃっていて、あのもう早くここの坂上がってバス停というか BRT っていうかバス電車みたいなのがあるんですけど、それに乗らないと、あの今日宿に帰れないっていう状態だったので、すごく焦ってこの坂道を駆け上がっていったんですけど、そうだから津波に追われて駆け上がるのと今自分が普通に日常として駆け上がっているのがリンクした瞬間があって、なんかすごい不思議な、なんでしょうね、なんかこう生死を分けるその駆け上がるのと自分がただこう今日の宿に着くかっていう書き上がるのが、なんか突然重なったすごい瞬間があって、それを書きたくて書いた絵ですね、これね。だからちょっと、まあ書いてることはね、絵に乗っかってることは大したことじゃないんですけど、自分の体験としてかなりすごい来たあの瞬間の絵ですね。思い出深いというか印象が深い絵です。2021年11月27日の伝統のない道、そう、っていう作品ですね。うん、ここね、まだ伝統がまだね、被災地なんでちょっとついてなくて、一瞬で真っ暗になりそうで、もう慌てて駆け上がっていくっていう、そういう感じでしたね。だから津波が来た時もそうだったんだろうなとか思った瞬間でしたね。はい、ももこさんコメントを教えてくださってますね。昨日タイトルに足を運んでくださったそうです。あ、はい、あのタイトルで今あの複製原画展をやっているので、ぜひあの近くの方とかは行ってみてください。ありがとうございます。じゃあ、ももこさんでした。次が立花健太さん。あ、はい、立花さん、立花さんでした。はい、
手を振っている、うん、そうですねこのあのおそらくこの立花さんっていう方はですね、あの私が去年ディスタンスで、うん、あの伊勢のクリエイターズワーケーションっていうのに参加して、そこで撮った写真からかなり絵をあの前作のディスタンスで描いてるんですけど、その伊勢のクリエイターズワーケーションというものをですね、あのお世話してくださったあの伊勢市の職員さんで、あの非常に優秀な方ですね本当にあの立花さん本当あのちょっとかなりすごい人で、あのお役所仕事とそのクリエイター側の気持ちっていうのって基本あんまり噛み合わないものなんですけど、それをすごくうまくつなげてくださった方として、あの私かなりあのすごい人がいるもんだと感心したというか、まあ、かなりそのあのクリエイターワーケーションに以前にかあの参加したあのクリエイターの人たちがですね、みんな立花さんを好きになるというかあの普通ね、なんかやっぱお役所だなみたいな感じでこういうのってがっかりすることが多いんですけど、あのすごくあのそうです、気持ちを分かってくださるあのお役所の方っていうことで、あの素晴らしいあの方です、伊勢市、あの、まあ、伊勢市が素晴らしいっていうのもまずあります。伊勢は本当すごいやっぱなんかやっぱ文化がある街ってこういう感じなんだなっていう、すごい、いや本当なんか拡張というか、なんでしょうね、文化の深さってやっぱ街のこう雰囲気にすごい影響するんだなと思った伊勢市でした。いや伊勢市は本当すごい、伊勢すごかったです。いやなんか本当、いやなんでしょうね、なんか街全体がなんかこう拡張高いというか、拡張高いっていうのもまた違うんですけど、うんうん、なんかねその厚みが違うというか、うんうん、ありますよね、なんかね、そのなんか積み上げてきたものとか、みんながこう持ってるこう文化を大事にしようっていう気持ちのなんかこうレベルの高さが違うっていう感じでしたね、うん、ちょっと、ね、行くとね細かな気持ちになる。そうですね、でも全然ね伊勢神宮に関係ない場所でもね、なんかそれはすごく感じて、うん、なんかすごい文化レベルが高いっていうのがこういうことなのかって思ったり皆さんぜひ伊勢に行ってみます。これ、ね、これ今映してるのがこれ、ね、はい、ディスタンスで、はい、前作の方ですけれども、伊勢がたくさん、はい、実はお好きでしょうかっていうのが、ね、伊勢が大好きになって帰ってきました。はい、皆さんぜひぜひ、はい、ということで立花さんのご質問を、はい、そんな立花さんなんですけど、鬼滅の刃以降全然ハマった漫画はありましたか？全然伊勢関係ない質問ですけど、鬼滅の刃以降ハマった漫画です。あのそうですね、いやなんか何かハマったか、いやなんかこうジョジョとか、僕のヒーローアカデミアとかは引き続き大好きで、うんうん、あの見ているんですけど、どうなんだろう、あそうだ、さっき、谷口二郎先生の作品を、うんうん、なんかもともと孤独のグルメが好きだったっていうのもあるんですけど、ちょっとあの谷口先生の展覧会もあったので、ちょっと他の作品読んでみようと思って、まあ、結構読んだんですけど、その中でなんかシートン動物記を書いた作品があって、いやなんか谷口先生動物とかも書けるのかなと思って読んだら、それめちゃめちゃ素晴らしくて、あのまさかのこう美容院で読んでいて泣くっていう本屋だったんですね。いや本当ね、いや本当すごい、こういや3冊で 3つだったのかな、うん、あの狼王ロボと、あのサンドヒルのおじかと、うん、あとあの山猫のお母さんの話があったんですけど、うん、どれも素晴らしくて、なんかね、いやまあもともとねシートンが素晴らしいっていうのはあるんですけど、うんうん、やっぱ谷口先生のやっぱヒッチというか、うん、やっぱ緑がねざわざわってしてる感じとか、はい、あとね、動物が本気でこっちと対峙してくる様子とかが、もうなんか画面からなんか見開き1ページでドーンと猫の顔があるだけなのに、なんでこんな心打つんだろうみたいな、うん、結構ねそのやっぱ聞き迫る表現とかでちょっと感動して泣くっていう、美容院で涙ぐむということがありましたけど、まあ皆さんもぜひ先生の作品も読んでみてください。谷口先生の先生、先生本当素晴らしい、結構ね本当いろんなジャンル書かれているの で、ね、いやだからまさかで動物ものもあるとはちょっと知らなくて大変失礼したんですけど、森の書き込みがすごいですね。いやすごい緑のこうざわざわ感とか、うん、なんかねこうサクサク足踏んでいく感じとかいう、もうすごいわかるっていう、うん、すごいすごいさすがですっていう、素晴らしい作家さんだと思います。ぜひ皆さん
さん、はい、読んでみてみましょう。ありがとうございます。じゃあ立花さん、ご紹介次に、はいはい、次がですね、トヨタかなさん。トヨタさん、全部感じです、はい、ノートを持ってるんですかね。これはスケッチブックです。スケッチブック、ペンをペンを持たせるって無理やり、はい、はい、ありがとうございます。トヨタさんからの質問です。私は今受験生なのですが、京さんはどんな高校生でしたか。そうですね、多分ね、私精神年齢がとっても幼い高校生だったのでなんだろう、いやいや、こう人生が続いていくっていうことがまず分かってなかったですね、うんうんうん、あれ、こう大人になったらお金を稼がなきゃいけないっていうこともよく分かってなくて、うん、うんそうなんですよ。だからちょっと本当にもう、まあ、言葉は悪いですけど、本当多分もうバカだったんだと、バカだったんだと思うんですけど、まあでもね、一応あの美大を受験するってことだけはね決まってて、そこに向けては非常によく頑張ってたと思います。もうあの常に片時もあの黒木町を離さず、常に絵のことばかり考えてとか、うん、何文化のこと、カルチャーのことはずっと考えて、で多分世の中の誰よりも自分が上手くなってみせるという気概はあったんで、そこは頑張ってたんですけど、美大に入って何をするとか全く考えてなくて、あの、なんでしょうね、資本主義から完全に外れた存在だったんで、ちょっと本当ね、今金融教育とかが始まっているのに、なんかそういうのと逆行した存在でしたね、うんうん、だからあまり参考にならないかなと思うんですけど、うん、あのでも受験生だからすごい、でもね、受験生の時の頑張りは本当私も頑張ってたので、あの本当に毎日毎日絵を描いたりとか勉強したりで、あんだけ頑張ったっていうのはなんかやっぱり自分の中でちょっとした自信にはなっているので、本当に頑張ってくださいって、この1年、そうです ね、 ですね、頑張った分だけね自信はつくのでいいと思うんですけどね、うん、はい、ちょっと今雑談してましたけど、今の高校生はね大変だね。あ、そうですね、本当にね、コロナでいろいろちょっと、ね、うん、本来のね、よく漫画とかに描かれる高校生活とは違っちゃっていて、大変だねって言われることも多いと思うんですけど、でもそれがね、実は結構特殊な財産でもあるから、その体験こそね、うん、何かそれを体験した人たちがすぐなんか未来に全然違う観点からすごいことをやってくれるんじゃないかなと思ってます、うんうん、楽しみです、ね、はい、ありがとうございます。失礼しました、はい、続きまして、鈴鹿さん、ひらがなで鈴鹿、本当ですか。いや、なんか辛い、辛くはなかったんですけどね。いやいや、あともう爽やかに頑張りきったみたいな。頑張り、あ、でもそう言えるのは、ね、やっぱそう言えるくらい頑張るといいですね。そうですね。失礼しました。鈴鹿さんの質問です、はい。12月15日のあんな頃あったなのイラストが大好きなのですが。最近あんな頃あったなと思った出来事はありますか。あれですね、就活の女の子がここにいて、はいはい、リクルートスーツ着てるやつじゃないかな、はい、12月15日、なるほど、はい、違った、リュックね、リュックが大きいです、リュックの子だ、そうですね、失礼しました、そう、いや本当、いや、もうまさにこの絵の通りなんですけれども、あのなんで高校時代とかこうまあ大学生の時とかもそうなんですけど、異常に重い荷物を結構平気で運んでいて、
すごい今となっては不思議でしょうがないんですけど、なんであんな力があったんだろうって思いますね。ないや、まあ、とにかくまずリュックが大きいじゃないですか。で、私マンドリン&ギター班っていうまあ、クラシックギターを担当してたんですけど、部活動でまずそのギターをそのどでかいリュックの他に持っていったりとか、それにもさらになんか予備校の荷物を持つじゃないですか、うんうん、もうなんかもうすごくないですか、家出かなみたいな量を運んでたりとか、あとそうですね、大学生の時とか自分の机を作るために畳1畳分だから、こう 90×180 の厚さが5センチぐらいある板をなんか茨城から東京まで運んで、一人で電車の中を運んでたんですよね。で、なんでそんなものが持てたのか本当に不思議なんですけど、若いからなのか、まあ、ちょっと頭が悪いのかあれなんですけど、本当になぜ中高大学生はあんなに力持ちなんだろうって思いますね。いや本当重い荷物とか平気で、まあ、小学校生の時もね、私漢字辞典と国語辞典いつもカバンに入ってるみたいな、ちょっと重すぎるカバンを持ってて、何なんでしょうね、10代は重さに強い、重さに強い、パンパンですもんね、なんでだろうなって思いながら、でもその分夢が詰まっているっていう、なんか綺麗な感じかなと思うんですけど、いやでも本当ね、すごい重いですよね、皆さん、ちょっと大丈夫って思ったりはします、はい、最近はありましたか、あんな頃あったな。いやもうまさにもうだから大荷物を持ってる子を見るたびに、あんな頃はあんなに大荷物持ってたのに今は 1g でも軽くしようとしてるなって思います。うん、そうですね。カバンの中もね、今ちょうどタイトルの作品展で京さんのカバンの中っていうちょっと1枚写真を置いてるんですけれど、割とカバンの中すっきりねされてますもんね。あ、そうですね。いやだからブランドカバンとかも革のカバンとか重いから持たない。全部もうなんか薄いナイロンのなんかいや本当ちょっとね弱々しいんですけど、はい、でもリュックですけど、リュックだし軽めの、なるべく軽くって思って荷物を詰めてます。そんなすみません、ちょっとなんか年寄りみたいなこと、年寄りでした、年寄りでした、年寄りでした、はい、次がですね、としちゃんさん、としちゃん、はい、ちゃんさん、としちゃんさん、としちゃんさんですね、ご質問です。最近はデジタルでお書きになる漫画家さんが多いようですが、マチコさんもデジタルでお書きになるんでしょうか。インスタライブでお書きになっている様子を配信で見られたりしたら嬉しいです。あ、そうですね、私完全にデジタルで、そうですね、2014年以降の作品全部デジタルで書いてますね。なのであんまりもうアナログはないですね。まあでももうアナログとデジタルの境がないぐらい書けるので、まあ何も不自由はしてないですね、うん、なんでそうデジタルにも完全に振り切ったかっていうと、やっぱりちょっと漫画以外のなんでしょうね、イラストレーションとか広告のお仕事とかがあるとですね、どうしても修正がかなり入るので、アナログでやってるとですね、本当に力かき直すことになってしまって、もう全然進まないので、もうこれはデジタルにした方が早いなということでやってます。でデジタルにして良かったことはですね、色がきちんと出るというか、アナログの時はですね、原稿の色がまず書籍にうまく反映されないっていう、多分まあ機械を通したりとかすると、スキャンの段階で何かうまくできなくて、必ずちょっともう何でしょうね、水色がグレーになってしまうような、ちょっとそういうトラブルがそう頻発していたんですけど、デジタルになってからですね、そういうことは一切なくなって、色が変っていうことでトラブルになるっていうのは一切なくなりましたね。それ本当良かったですよね、ないですね、本当になくなりましたね、本当にね、綺麗に出てるし、思った通りに出るっていう、
素晴らしいことですね。まあ、あとはまあどこでも作業しやすくなったというか、まあ、家では基本はワコムの液晶タブレット大きいの使ってるんですけど、あのちょっと旅行出張とかそういうところでは iPad Pro を使って変えたりで、色も着色です。あ、そうです、できます、できます。そうなんですね。なんで昔はちょっと出張行くときは、本当にちょっと大荷物でコピックを一式300色ぐらい持って、そう、ね、そうトレース台を持って恐れ山に行ったっていうことがあって、そうなんです、本当にね大変で、もうちょっと それで海外にも行ったことがあるので、ちょっとね、ちょっと相当な人なんですけど、あの本当にデジタルになってよかったなと思ってます、はい、いや、そうです。でもなのに今日さんは水彩に見えるというかね、例えばこの、ね、表紙とかも塗りムラみたいな、なんか水彩かなって思ってしまうようなものが、それはもう自分で独自に編み出した、はい、技術があるので、はい、持ってらっしゃるんだなと思います。はい、っていうことでした。いつかね、あのインスタライブの配信とかも、はいはい、あ、そうです。あ、でも、うん、あ、でもあれはあれですかね、ホーステのはちょこっと書いてるところが映ったかな。ちょっとだけ報道ステーションで映りましたね。はい、うん、はい、じゃあ次は林本さんですかね。林本浩一さん、うん、ちょっとなんかご機嫌な、ご機嫌天使さん、ご機嫌な天使ですね。林本さんからの質問です。作品を書かれるときは音楽を聴きますか？あ、 さっきね、ちょっと言ったんですけど、そう、うん、BTS でも BTS はねちょっとだいぶ歌っちゃうので、あのいや相当機嫌機嫌がいいときとか、あのそうですね、一日の終わりとかそれぐらいのときにかけて、 あとなんだろう、うん、あとはもう本当に洋楽とかのワーッとこう、うんうん、プレイリスト流したりとか、元気ないときは本当に上がるヒットソング集とか流したりとかそうですね、なんか私よく聞いて、なんだろう、なんかね、あのよく YouTube でちょっと人何年か前入った ポゴっていう、あのポゴさんっていう、あの ビデオかな、ディズニーのビデオを使ってアレンジしてる音楽ミュージシャンの方がいて、それその人の楽曲がなんか夢があって好きなのでよく聞いてます。なんか白雪姫バージョンとか、あのアリスのバージョンとかがあって、あのそれ見てると幸せな気持ちになるので、よくそれたまに気分が落ちた時は聞いて、こう現実逃避をしています。割と落ち着いた曲のものが多いんですか、それともなんかもうイケイケな感じの方が多いのか、仕事中ってエレクトロに近いのかな。あ、へえ、じゃあ意外とイケ。あとは本当に雨の音とかそういう、雨の音、完全に環境音みたいな、環境音、何か聞きたいけど集中したい時はそのなんか森の音みたいな、そういうの聞いてますね。あまりね、こうネームを考えてるときってやっぱ何も聞きたくないんですよ。だから雨の音とかで原稿作業してるときは特に何も考えなくていいので、うん、もう BTS とかそういう、あのテイラー・スウィフトみたいな、こうもう楽しい曲とかにしてるんですけど、はいはいはい、集中したいときはじゃあ、そうですね、とあの環境音、環境音が多いですね。ありがとうございます。じゃあ続いていきます。はい、次が、木村恵子さん、はい、猫だ、猫です、猫ちゃんだ、いいなえ、それ初めて見ます。いや、この事務所すごい猫がいっぱいいるので、はい、はい、すいません、猫だらけ、あー、かわいい、はい、ありがとうございます。木村さんからのご質問です。どのような思いを込めて書いているのでしょうか。そうですね、このステイホームシリーズは、まあ後書きとか多分途中に書いてあると思うんですけど、なるべく普通の人の普通の光景っていうのを切り取るようにしてますね、うんうん、なんかね、どうしても絵はがきみたいな光景とか、どう考えてもバズりそうみたいなのは
書かないっていうことは気をつけていて、なんかこう記憶の片隅にあるような本当に何でもないんだけど妙に心に残ってる風景みたいなところをピックアップするようにしてますね。なんかね、本当に個人的な思いを乗せられるような構図とかにしてます。思い、なんかね、それ見た人がそれぞれ自分のものにできるような、なんか何気なさとかですかね、あんまね特定の人にしか届かないとかじゃないようには気をつけてます。前の声があまり大きくない人っていうのをおっしゃってて、そうそうだな、そうなんです、主張が、ね、そんなねこう、主張を日々、みんな日々主張して暮らしてるわけじゃないじゃないですか、だからなんかそういう声にならない声を持っている人たちの風景みたいな、そういうものですかね、はい、です。ありがとうございます。続いてトルコアイスさん、美味しそうなお名前ですね。トルコアイス流行りましたよね。ビヨンビヨンって、ね、私トルコに行って本当にトルコアイス見たんですけど、本物でもあれ多分観光客用にやってるから、トルコの人本当に食べてるのかどうかちょっとかなり怪しいというか。そうなんですか。すごいやってくれ、おじさんがやってくれてはいたんですけど、これ絶対観光客用だったなって思って、実際に現地の子供が食べてるのとかあんま見たことがなくて、食べてるのかな、どうなんでしょうね。一時期大ブームでしたね。ね、美味しいですよね。でもね、なんか水飴的な、水飴なのかな、ちょっとなんかわからないです。はい、そのトルコアイスさんからのご質問です。先生の記事で、いろいろな種類の運動を何かしらしていますと拝見しましたが、最近されている運動は何でしょうか。そうですね、最近すごい私目が悪くなりがちなので必ず外に出るようにしていて、あとこう取材ですごく歩くのが基本多いので、だからこう毎日基本1時間ぐらい歩くっていうように、外を1時間歩くっていうように運動してます。なんか1時間こう取材先とかで1時間歩くことになっても平気で歩けるように、必ず1時間歩くっていうトレーニングというか、何でしょうね、家の周りを、練習、そうですかね、家の周りというか、まあ、散歩道、なるべく緑の多い場所を選んで目を休ませつつ、その取材時の一応下準備として1時間は必ずぶっ続けて歩けられるようにやってます。すごい体力作りみたいな。そうですね、いや私が行くところあんまタクシーが捕まえられなかったりするので、とにかく歩かないといけないっていうのがあるので、そうですね、被災地とか行かれる、そうなんですよ、タクシーないし、バスも1時間に何本とかね、なんでいろいろ運動されてる印象ありますけどね。なんかそうなんですよ、でも今はちょっともう実を取って、はい、ありがとうございます。逆さヨガとかね、前やってました。あ、やってましたね。でもね、楽しいです。おすすめですよ、逆さヨガ。ぶら下がるやつですよね。はい、気持ちいいんです、非常に。あれ、もう本当、京さんから写真見せてもらって、何やってんだ、この人って。いや、本当ね、お時間ある方は、ぜひやってみてください。やっぱ血の巡りが頭を下に、ね。そうですね、日常じゃない体勢を取るから、とっても気持ちがいいですよ。はい、じゃあ行きましょう。次はですね、大森和穂さんというのかな、大森さんです。じゃあ大森さんの質問いきます。ディスタンスを購入し穴が開くくらい眺めさせていただきました。京さんが描く日常や切り取った世界や選んでいるがとても好きです。ディスタンスの時から少し経ち日常や環境が変わったなぁと感じることはありましたか。また描き方やモチーフなどの変化はありましたか。そうですね、ディスタンスはね、そもそも初めての緊急事態宣言の時から多分書き始めていて、最初ってこのシリーズはなんか何でしょうね、風刺画みたいにしたかったんですよね。だからなんかちょっとピリッと皮肉が効いてたりとか、なんか意見物申すみたいな感じにしようと
多分最初の何枚かはちょっとそんな雰囲気があると思うんですけど、リッシュとか、うん、そう、なんかそういうね、ちょっとアイロニーというか、うん、まあ風刺画的なことをやろうとしてたんですけど、なんかだんだん、でもみんながねすごい怒ってたじゃないですか、あの時期って。だんだんね、自分はだんだんちょっと正気に戻ってくるというか、こう冷めてくるところがあって、いやこれなんかみんなと一緒に怒っててもしょうがないなっていう、私のやることじゃないなとどこかで気づいて、それよりね、こうとりあえずこの今の状態、街の状態を記録したいと思って始めているんですね。だからちょっとディスタンスはね、その移り変わりが途中でググッと前半で変わるところがあるんですけど、このね第2作エッセンシャルはやっぱり2年目だから、すごくみんながなんだろう、怒りというよりは諦めとか慣れとか変なことが日常化していくみたいな、なんかそういう感じが強くなったかなと思いますね。だからまあコロナと共存というわけではないんですけど、なんかもうこの日常自体には起こる気はだんだん失せてくるというか、なんかそういう街の様子を記録したかった。あとはまあオリンピックがね東京であったので、とにかくオリンピックを取り巻く東京の人たちのこう実際のなんか体感温度みたいな、そういうのがうまく記録できたらいいなと思ってましたね、うん、オリンピック2回ありましたからね、まあ、東京オリンピックと東京オリンピックもありましたから、そうなんです、パラリンピック、不思議な1年間でしたね本当にね。そう、そうなんですよ。だからなんかね、むしろ、ね、コロナだけど日常だし、でも、うんうんうん、やっぱりコロナっていうのが不思議なこう揺れ動き方をした1年間だったと思います。ディスタンスの1年もエッセンシャルの1年もね、ちょっとねディスタンスはねまだね怒りとかが世の中に渦巻いていたというか、その勢いがあったんですけど、うんうん、エッセンシャルな1年はちょっとまたなんかみんな少し諦めとかうまくやる方法とか見つけ始めたっていうような街の様子が伝わればいいなと思いますね。なんかね、私も個人的な印象的なのが、うん、カラーマスクがすごいみんな慣れ始めたのを描かれてて面白いなと思います。そうなんですよ、ある時からね突然なんかマスクもみんな需要というか、そこを楽しもうみたいな雰囲気も出てきたりとかありますよね、うんうん、ちょっと黒いのとか初め恥ずかしかったりしてますけど、ありますあります、いつの間にかね、うん、みんなピンクとかいろんなおしゃれなマスクを、あとなんかマスクチャーム的ななんかマスクチャームもありますね、なんかねいろいろやってるなと思いますよね、うんうん、あとね布マスクを OK とする時期と、うん、NG とする時期とか結構交互にやってくるんですよね。そうですね不思議なんですけど、ウレタン悪みたいな、ね、ウレタンがダメって言われる時期と、ね、ウレタン別にいいじゃんっていう時期が結構交互に、うん、訪れるっていうのありますね。いや、なんかそんな一面描いてます。はい、はい、ございます。お次がですね、はい、ゆうこさん、質問があって、はい、ついつい掴んでしまうお菓子ありますかって、アイスの話が出ましたけど、あ、アイス、つまんでしまう、つまんでしまう、あ、最近スーパーでカレーせんべいっていうかカレーおかきがなんか特売でよく売っててよくそれを買ってきて食べてますね。いや、カレー味って強いですね。カレーはね、ちょっと最強のスパイスですね。そうですね、手汚れませんか。なんかね、最初こんなファミリーサイズの大袋を食べれるわけないじゃんって思ってたんですけど、ちょっとカレーの誘惑に負けて買ってきたら意外とすぐ食べきっちゃって、濃い味でね。いや、なんか美味しいですよ ね、 ね、カレーってすごいなって思う、インドすごいなって思いながらあとは冬場はね、エンゼルパイを、エンゼルパイね、美味しい、食べる、ごちそうですね、ごちそう、美味しそうですということでした、はい、その質問、トルコ行ってみたいですって方も、あ、トルコね、いや、猫がねすごい多いんですよ、イスタンブール。いや、本当で、なんか猫の写真を撮りまくっていた思い出があります。素晴らしい、はい、ありがとうございます。ゆうこさんの質問です、はい、マチコさんの柔らかな優しい絵が大好きです。コロナ流行の前とコロナ禍の今とで
何か制作に対する心の変化はありましたか？お仕事とは関係なく何でも好きな絵を描けるとしたら今一番描きたいものは何ですか？コロナ禍でまだ気が抜けない生活の中、マチコさんの絵を見るとなんだかほっと心が和み、何気ない日常の大切さにも気づかされます。これからも応援してます。ありがとうございます。そうですね、心の変化。コロナに関係ないかもしれないですけど、なんだろう、なんかもう、なんだろう、こうあまりこう絵を描くのを生業にしていると自己表現とか言われることあるんですが、あんまり自己表現する気持ちとか全然ないんですよね、私。なんかこう自分が感じたものをフィルターで、自分フィルター通してこうもう一回出して皆さんにどうぞっていう、だからなんかあんまりこうそのよく自己表現できてる、なんか人生いいわねみたいな言われたりするんですけど、なんか全然そういう実感はないというか、ないや、なんか漫画家の人ってみんなそんな自己表現してるぜみたいな気持ちあるかなとちょっと思ったりとかするんですけど、まあ、特にそれがコロナ禍でしっかり自分と、ね、向き合うことでなんか、うん、なんかあそういえばこう自己表現してるぞみたいな気持ちってないなとか、こう自然に出るというか、うん、もうこれなんかねやらねばっていうか、例えばね被災地とか行くとやっぱ絶対これ描きたい、みんなに見てほしいっていう気持ちはあるんですけど、うんうん、これが私が感じたことよみたいな気持ちは一切ないんですよ。だから多分それなんか多分世の中でなんかすごいアートっぽいものに憧れる人っていうのがいるじゃないですか、多分その人たちってすごい自己表現できる職業に就いてるのってすごいいいよねみたいな言われるんですけど、なんか実際そういう職業に就いてるとですね、自己表現ではないんじゃないかなとか思いながら、あのね、なんかそういう世の中の何かを形を変えてもう一回皆さんの前に出してるだけっていう気持ちはありますね。だからそれが結構コロナ禍ではっきりしたというか、な気持ちにはあります。あとは何でも好きなものを描けるとしたら描きたいものは何ですかって言われると、なんだろう、なんか植物をうまく描けるようになりたいなっていう。ああそうですか。植物画家になりたいっていつも思ってます。いや、秋葉さん植物すごい上手って私が言うのもあれなんですけど、なんかすごい安野光雅さんみたいになりたいんですけど、なるほど。そう、老後の目標が、はい、老後の目標いろいろある。老後っていうのもいつからなんだよって話なんですけど、あの作家にね老後ないんで、なんかでもああいうふうにこう、いやだって草花かけたらもうだって何だって楽しいっていうか、もうやることありすぎじゃないですか。そうですね。いや、もう永遠に描いてられるなって思って、うんうん、とにかく草花をうまく描けるというか、うまく描ける境地じゃないですね、もうなんか自然にこう作り出せる境地に行きたいんですけど、なのでなんかいつも植物画の講座とかの案内を見るために行きたいなって思いながら見てます。水彩で植物描くとかよくねあるじゃないですか。町に座ってるあのおじちゃんおばあちゃんがよくやってる、あれやりたいですね。たまにゆうこさん猫が好きって書いてあよかった よかったすいません、ね、犬好きの人とかいたらごめんなさい。本当ですね。犬描いたことありますか？犬ね、犬まあ一応お仕事ではちゃんと描くんですけど。でもなんか猫好きなのに犬なんか適当に描いたら犬好きの方に申し訳ないかなって思いながら、ね、やってます。はい、ありがとうございます。こんな感じです。じゃあゆうこさんの質問は次がですね、堀内さんです。はい、花束を描きたかったんですけどみたいな、あすごい、どうしたら作家として活躍していけますか。いや大変ですね。そうですね。でも本当にやり続けることしかない気がしますね。いや本当、柳瀬隆先生とか本当そうだと思うんですけど、なんかもうやっぱ若いうちでね、そんな芽が出なくても、やり続けることでなんかその表現が洗練されて、あの発火に値するようなお仕事ができるようになるっていう場合もありますし、やり続けることでなんかどこかで必ずチャンスが巡ってくる可能性が高くなるじゃないですか。3年間だけやるのと40年間やるのでは絶対ヒットする確率が違ってくるので、あもう2002年になっちゃった、ごめんなさい。まあ、でも難しいですよね。でも本当に客
監視できる力も必要だしなとかいろいろ難しいですね、うん、はい、堀内さんの質問です、はい、小学生を主人公にするとしたらどんな子を描きたいですか。はい、あ、そうそう、これ今ね小学生を主人公にしたお話を一つちょっと連載が6月上旬から始まるんですけど、まあそれはそうなんかいい子だけどちょっとなんかこう女の子だけど男の子らしいとか普通すぎる自分が嫌だとか、うんうんうん、そういう感じの小学生のこの話を書いてますね。だからあんまりそうですね小学生あんまりこうなんか素直で明るくて元気な女子みたいなのあんま書いたことがないかもしれないですね、うん、何かねどこかちょっと何かある感じの子が多いかなと、うんうん、でも実際ね本当素直で元気で明るくてみたいな子っているのかなって思うんですけど自分が、ね、うんうん、そういう子じゃなかったからそういう子ばっかり集まってきたっていうのもあるんですけど、なんかこう何かしらみんな何かねいびつなものを抱えているからそれをなんか強制するんじゃなくて、うんうん、あったかく見守っていきたいなと思うんですけどね。でもちょうど始まるということですね。そう、いい質問をいただいてよかったです。ちなみに媒体はですね、はい、媒体は基本竹書房さんなんですけど、うんうん、発表電子なのかな、うんうん、めちゃ込みかなと思います、うんうん、楽しみに、はい、ちょうどバッチリでした、はい、素晴らしい、ありがとうございます、はいはい、次がですねゆきこさんです。これはね、プレゼントを持っているところですよみたいな自分であの解説し始めましたゆきこさん、ひらがなですね。ひょうさん、絵の師匠はいますかですって。え、いや、私、そう、いないいないですね。いつも言うんですけど、いないんですよ、うんうん、アシスタントに入った先生はもちろんいらっしゃるんですけど全然ちょっと系統が違うので、うんうんうん、なんかね、ないですね、うん、絵はね本当受験時代のデッサンが基礎になっているので、うん、誰というわけではなくて本当にノーマルな描き方だと思うんですけど、うんうん、で誰に傾倒したというわけでもないので、うんうんうん、はい、はい、という質問がありました、はい、さてさて、じゃあゆきこさんの質問です、はい、日々を暮らすのに心がけていることは何ですか。なんでしょうね、あんまり贅沢しないとかいや、なんかこう、いや結構作家商売というかあれなんですけど、なんかこう読者の皆さんに支えられて活動しているので、うんうん、こうなんかこう身の丈を上回ることはしないようにというか、そういうなんか、いや、もちろんね、あの余剰のお金が発生した時は必ず自分の仕事に返すようにというか、仕事で皆さんにお返しできるようにっていうふうには思ってます。例えばまあいい機材を投資するとか、うんうん、なんかね、あんまり私そのホテルで高級なご飯を食べたいとかね、そういうことにねお金は全然使ってないので、本当皆さん安心してほしいんですけど、うん、あの本当に服もブランド品とかじゃないですよね。私ね、本当ブランド品を本当持ってないんで、あの、うんうん、カメラ代とかMac代ぐらいにしか使ってないんですけど、うん、なんかそういうことは気をつけてます。だからなんか、いや、まあもちろんね、すごいゴージャスな生活をしてみんなに憧れを抱かせる作家さんっていうのももちろんいていいと思うし、でも私多分そうじゃなくて、まあ本当にこのエッセンシャルとかディスタンスのシリーズもそうですけど、うんうん、なんか多分他の人たちというか、こう大多数の街の人たちと同じ目線を絶対キープしたいっていうのがあるので、うんうんうん、なんかこう本当にこうできるだけこう今世の中がどのレベルが普通ってすごい難しいんですけど、うんうん、どのレベルが皆さんが納得できるレベルなのかとか、皆さんが幸せに感じるレベルなのかとかはすごく考えて自分も生活していこうってすごい思ってますね。だからまあ、なんかいきなりね、私がポルシェとか買ったりはしないよっていう話なんですけどどうしたみたいな、びっくりするかもしれないですね、突然のポルシェみたいな、ポルシェで来た、ね、突然ポルシェとかじゃないですっていう話なんですけど、だからこうなるべくね、その今の普通が何なのかっていうのは
すごい気をつけて見てて、やっぱりこう、うんうんうん、いやユニクロ本当みんなユニクロ着てるなと思ったら自分もユニクロ着るみたいな感じですかね。なんかあんまりこう、そう、その普通のレベルをすごい見極めるっていうのを結構生活で大事にしてますね。なんか何が普通かっていうのはちょっとあれなんですけど、いわゆるこう印象としての普通ですかね、世の中のね。だからなんかそこでみんなに私はあえて高級品を持つわみたいなことはしたくないっていうのは思っています。なんかちょっと生々しい質問かもしれないですけど、はい、最近買った一番高いものって何ですか？なんだろう、機材とかですか？機材もそんな、あ、ユック ユックはね、6年使ってたんですよ、前のユックが。でちょっとさすがにボロボロすぎて買って、でも1万円ぐらいだったから、もうでも私にしては結構おいいリュック買ったなって、結構最近自慢のリュックでよく使ってるんですけどみたいな。自慢のリュックっていうのはあれですけど、ただの、あのパタゴニアのリュックで、あのね、両脇がねポッケがあるっていう、両脇にポッケがあって PC が入れられるスリーブがついてて最高じゃないって思うんですけど、まあそんなもんで、かわいらしいものなんですけど、すみません。はい、ポルシェ、かっこ笑いって、はい、ポルシェポルシェをぶっ飛ばしては来ないっていう、なんかもう語彙力がね、はい、贅沢に、すみません、あの贅沢に慣れてないので、なんかすごいものって聞かれて、なんかポルシェかなって浮かばないんですよすみません、あの突然なんかね、高級マンションに引っ越したりとかはないです、うんうん、大丈夫です、うん、っていうあの話です。はい、ありがとうございます心がけてることでした。はい、続きまして、オンさんっていいのかな、温かい、あ、温さんだけない、その人ね、ちなみにブラジルが好きですかって、さっき海外の方から、あ、ブラジル行ったことないけど、いとこがねブラジルにお嫁に行ってまた戻ってきたん で、ちょっと血縁にブラジル人の旦那さんがいらっしゃるんですよ。そうなんです、あのブラジル人とのハーフの女の子と、そうなんです、だからちょっと興味がある場所です。はい、じゃあ質問いきます、いつも素敵な作品ありがとうございます。エッセンシャル執筆中のお供ですね、食べ物、はい、飲み物、愛用グッズなど、はい、ぜひ教えていただきたいです。なんだろう、多分飲み物はいつもそう、ハーブティーかコーヒーで入れていて、そうですね、コーヒーはあの原稿がカツカツになるとインスタントコーヒーになって余裕があるとトリップをしていますあとはハーブティーはですね、昔ちょっと友達に送ってあのがお土産でニューヨーク土産で送ってくれたヨギティーを気に入って、結構そのまま買い足してヨギティーのティーバッグで入れたりとか、いろんな味があるので揃えて入れたりとかしてて、まあおやつはまあチョコとかチョコとかですね、ついつい食べ過ぎてしまう、まあ、いったさっきのカレーおかきは最近のヒットですかね。あとは愛用グッズは何だろう、愛用グッズ、何だろう、あ、でもそう、すごい、そう、すごい、なんか冬にダウンのショールを買ったんですよ。ダウンストールかな、ストール、なんか結構いろんなところで出たダウンなんですけど、はい、ストールみたいなのがあって、うん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 、それを冬中はスポットかぶってやってました、うんうん、なんかね、あの肩こりなので、あのダウンジャケットを部屋で着るよりはストールをガボッとかぶってた方が肩が自由で肩こりしないっていうことに気づいて、そのダウンショールをすごい冬中愛用していて、うん、なんかね、本当にいい買い物したなって、それはね、本当大好きで使ってますね、うん、冬のお供でしたね。夏は何だろうね氷を首に巻いてやってます。そうですね、だいたいいつもなんか保冷剤を首に巻いてるイメージが、はい、そうなんです。あれもちろんね、部屋冷房あるんですけど、ちょっとすごい暑がりなのでいつもね、あの保冷剤を首に巻いてダッサいんですけど、なんかこうおしゃれなハンカチにこう首巻いてる、一応ノースフェイスのバンダナに包んで巻いてるんですけど、まあどう見ても首にね氷巻いてる人なんですけど、どう頑張っても、うん、はい、首に巻いてる人って印象が、はい、すいません、本当ね、本当ひどい格好でやってるんで、ね、でも一応パジャマとかじゃないですよ、服はねちゃんと着替えてやってますけど、はい、はい、
っていう感じでした。お答えでした、はい、ありがとうございます。はい、続いていきます。杉本海さん、はい、のかな、バンドデシネとか読みますか。バンドデシネか、海外アメコミとか、あれ一時期なんか読んで、なんかたまにすごいブームが来て読む時とかはあります、うんうん、でも今最近は読んでないかな、うん、そうですね、あれ何かで読んだっけ、ちょっとすいません今パッとは思いつかなくて、うんうんうん、はい、杉本さん、杉本海さん、カメラされてる、そうです、かわいい、はい、ご質問です。コロナ禍も3年目になり、人の動きも少しずつ戻ってきたように感じます。2020年度と比べて過ごし方に変化はありましたか。あ、そうですね、ちょっとね、そうですね、まず漫画家としては打ち合わせがまずできなかったのがすごい孤独で、ちょっとね、うん、その時期はどうしても作品作るのが停滞したっていうのはありますね。やっぱ直接会って話せないので、編集者との打ち合わせって結構雑談から始まるネタっていうのがかなり多いので、なんかズームで改めてお話ししましょうっていうほどの話でもないっていう打ち合わせが多いんですね。だからまあそれが最近はちゃんと打ち合わせできるようになったっていうのがまず良かったなっていうのと、あとはまあ私は結構取材とかに行くのが、自分で取材スケジュール立てていくとかが好きなので、いろいろ出かけられるようになったっていうのが嬉しいですよね。と、まあ、友達に会えるようになったとか、うんうんうん、なんかね、ちょっとずつガチガチに自粛するというよりは、それなりにこう自分の判断で動いてもとやかく目くじらを立てられなくなったっていうのがいいかなと思ってますけどね。去年はね、ディスタンスの時はリアルでサイン会とかできなかったんですもんね。そうなんですよ。そんなこと言っちゃダメって感じの雰囲気があったんだよね。でも今年はね、来週ABC 青山ブックセンターでトークショーとかサイン会もあるので、まあ、もしよかったら来てくださいっていう感じなんですけど、そういうのが全然できなかったので、ね、まあでもね、あんまり漫画家ってコロナ禍のなんか影響は ないようには見えるんですけど、まあ、自分のそのね、私生活の周りで結構じわじわ人に会えない辛さっていうのはあったかなと思いますね、うん、なんか普段こもってるからこそたまに会うとね、リフレッシュできるけど、うん、そのリフレッシュの時間すらないみたいな、ね、それがね、ちょっと友達とくだらない用もないけど話すみたいな、そういうのがなかったりするのが結構息抜きがなくなるというのは辛かったですね、うんうんうん、ちょっと動きやすくなってきましたね。そうですね、このまま良くなっていただきたいですけど、うんですね、はい、ありがとうございます、はい、次がですね、わなかさんって言うのかな、わなかさん、わなか、えいこさん、ふかりさん、えいこさん、えいこさん、全部漢字ですね、はい、わなかさん、わなかさん、じゃあ、わなかさんからご質問です、日常の生活を丁寧に描かれていて、まちこさんの絵を見るたびに何気ないことに感謝できるようになりました、まちこさんはどのように描く風景を決めていらっしゃいますか。いや、これは本当に何気ないものっていう、さっきも言ったんですけど、まあ、絵はがき的でないものとか、バズりづらいものみたいな感じですかね、うん、なんかね、狙いすぎてるものっていうのは避けるようにしてますね、うん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 、とは、まあ、でもなるべくちょっと一応コロナ禍をテーマにはしてるので、何がしかマスクをつけた人物がいるなり、ちょっと今の時期だからこそっていうのはたまに意識して入れたりとかはしてますけど、でもなるべく本当に何気ないものでいいんじゃないかなっていうのは、まあ、
多分この本が10年後とか20年後とかに見られた時に、うんうん、あ20年後の人もあこんな瞬間今もあるなって思ってくれたらそれはそれでいいと思うし、あとなんかやっぱコロナ禍でもこんな感じってあったんだなとか、うんうん、なんかそういう記録的な意味も込めて何でもない様子にしてますね。なんかあの本当そのものズバリっていうのは報道の写真とかで絶対もうたくさんあると思うので、うんうん、私のやるべきなのはそこじゃなくて、うんうん、もっともっと本当にプライベートなところとか誰もがもう毎日あるけど見過ごしてるところとか、うんうん、そういうなんか決定的瞬間じゃない決定的瞬間みたいな、ねはい、そういうのを見つけようとは頑張ってます、うん、この前打ち合わせの終わりで喫茶店出たら、はい、小学生たちが3人座っててこれはって言ってきょうさんがね撮ってますね。なんかね、うん、不思議ですよね。なんか小学生の女の子3人が多分高学年の女の子たち3人がマスクしてなんか路上に座り込んで、ね、なんか3人が3人別のなんかスマホの作業をしてるっていう不思議な光景がありましたけどね。何してるんだろう ねなんて言って見てましたけど、うん、何気ない普通だったら取り過ぎちゃうところですけど、父さんはこれはとか言ってこう撮っとこうみたいなありましたね。が印象的でした、はいはい、っていう感じでしょうか、はい、ありがとうございます。続きましてあとですね、皆さん時間的にはあと6名になってます。3時ぐらいかですかね。そうですね、まあ、もし追加で何か聞きたいことがあれば今のうちに、はい、コメントをかあの書いていただけたらあの後からちょっと拾ってお答えするようにします。次が重森信俊さんかな、重森さんです。重森さんからのご質問です。コロナ前で最も懐かしく思えるものは何でしょうか。ああ私はコロナ後ライブがなく活動が全く分からない。ああミュージシャンの方なんですね、うん、はい、懐かしいもの、ね、私の場合は海外旅行ですかね。だからそれも一番最後に海外旅行に行ったのがロシアだったので、うんうん、なんか今の情勢とかを考えると、うんうん、なんかすごく不思議なタイミングで行ったなと思いながら、でもねその時のロシアは非常に楽しくて、うんうん、はい、出会った人たちも素朴で皆さんすごいいい方たちばっかりだったので、うん、なんかね、今となってはっていういろんな思いがちょっと交錯はするんですけど、でもねやっぱ海外にねたまには行ってみたいなと思いますね、うんうん、特にあのインスタの方ではあのフォローしてくれてる方とかかなり海外の方が多いので、うんうん、なんかねその人たちが普段見てる風景を一緒に見てみたいなとは思いますね。ちなみにロシアは何年前ですか。ロシアはね6年ぐらいか6、7年前だと思うんですけど、うんうんうん、でも本当でもロシアその時はすごい大好きになって書いてきたんですよね、うんうん、あのめっちゃマトリョーシカ買って人に配りましたっていうありましたけどなかなかね行くのが難しい、ね、なかなか大変なことになってしまったのでちょっとね、うん、なんとも言えない気持ちなんですけど、うん、はい、海外旅行、はい、海外そしてロシアっていうでした、ね、また行けたらいいですね。行けたら ね楽しくロシアに旅行できたらいいなとは思ってます、うんうんうん、いう感じでした。ありがとうございます、はい、じゃあ次、はい、でしょう。次はですね田中彩子さん、はい、そうしました。田中さんからのご質問です。作業中のお気に入りの音楽とかありますか。まあ、ちょっと何回か質問ありますか。そうですね、さっきあったけど、はい、まあ、あの洋楽が多いっていうのと、まあ、ポコさんが多いっていうのが、そう最近そのオーディブルが好きで、うんうん、オーディブル、アマゾンのオーディブルをよく聞いてるんですけど、まあ、音楽というかで、なんかその中でちょっと最近夏目漱石の本が入ってるのを発見して
あの聞き始めたらすごい夏目漱石すごい面白いなっていう、なんかすごい、まあ今更なんですけど、すごい漱石先生ごめんなさいなんですけど、はい、あのやっぱ活字読んでるとやっぱこうちょっとね急かなとかがあったりとか不思議な言い回しとかがあって読みづらいっていうのはあるんですけど、ね、耳で聞くとねすごい面白いんですよ、まあ、特にこの坊ちゃんとか、まあね、我が輩は猫であるとか もはやラジオドラマかっていうぐらい面白いし、はい、あとねあの結構驚いたのは草枕とかが、はい、あの活字読んでも本当に何言ってんだこいつみたいな本当ごめんなさいなんですけど感じでも、はい、そもそも読んだのが高校生とかだったから何言ってんだこいつなんですけど、はい、いや草枕は結構主人公があの絵描きなんですよね、うんうんうん、だからなんかずっともうなんかずっとアートの話をゴニャ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 頭で考えているんですけど、それがいや結構自分と完全に同じ感じですごい共感して、いやすごい、いや今更草枕に感動するとはみたいな、いや私、いや多分私ずっとゴニョ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 ずっと頭の中でこうこれはこうであって これはこっちが良くてこれはダメな、はい、そのわけはみたいなこうずっとゴニョゴニョゴニョずっと頭の中で言ってるんですけど、はい、あの日常的に、はい、それあそれ漱石先生みたいな同じですっていう、あのちょっとね本当草枕に今更感動するとはみたいな、オーディブルで聞いてもう本当ずっと主人公ぶつかったぶつかった言ってるんですよもうこれこれになるとかこれになんないみたいな私多分ずっと日常的にあこれ切り取れるこれ切り取れないこれ使える使えないとかずっとそのジャッジとかしてるんですけど、はい、いや草枕ね本当に同じで、はい、いやすごいいやすごいみたいないや本当ちょっと感動して草枕すごい。それ仕事中に消えちゃうと、はいはい、頭パンパンですよね。あでもそれってあの、はい、原稿作業とかだともうあの線描くだけとか寝るだけとかなんで、はい、結構あのもう頭は草枕で全然大丈夫。草枕を考えながら描いてる、手は動いてるっていう感じですかね。その絵もあるわけですね、きっとこの。いやなんでちょっと ねオーディブル古典オーディブルおすすめです。古典オーディブルなんか声とか気になっちゃうんですけど、声優さん、うん、あいやそんなことないです。いや結構ね、いや聞けます、いい感じに合わせてくれてるというか、坊ちゃんはやっぱ坊ちゃんっぽい人がやってくださったりとか、 あとねやっぱ我が輩猫であるわ、本当猫ちゃんがどんどん賢くなってくる、本当ね可愛くて可愛いなって思いながら、そうですね、猫ちゃん賢くて、あともうあの主人公 あのくしゃみ先生が本当はアホだなっていうあの本当は多趣味な長続きしない人間の典型みたいで本当面白かったんですけど、まさかオーディブルで まさかの漱石先生が再び発見して、本当にオーディブルありがとうはい、すみません長話で、はい、ちょっとこれ消えちゃったな、ムクリメで。次はですね、柳田しおりさんです。柳田さん、柳田さんからのご質問です。いろんな街の一場面を参照されているのかなと思うのですが、街を歩かれていてどういう情景がよく目に留まりますか？また街歩きはもともとお好きなのでしょうか？あ、はい、街歩きはですね本当に元から好きで、私そもそも多分作家的な活動の始まりが大学時代に出していたジューシーフルーツっていう街巡りとかをネタにした新聞なんですよ。なんでもうとにかく多分すごい街散歩が好きなタイプだとは思います、うんうん、なのでそうですね、街どういう情景がよく止まりますかっていうと、でもやっぱり何でもないところか、うんうん、そうですね、なんかやっぱ構図的に面白いとかそういうことですかね。だからあまりそのなんだろう、絵はがき的な構図で面白いというよりはなんかこうその人がいて建物がちゃんとマッチしてるとかすごい難しいんですけど、あとなんか普通じゃない切り取り方をして良くなるところとかそういうのを探すようにはしてますね。だからなんだろう、写真撮るときはまず
あんまり寄りじゃなくて遠目で撮っておいて、後で見返した時にあこんなところにカラスが映ってるんだっていうところから全部組み立てたりとか、このカラスがここにいるんだったらこれを見てる人はここにいるはずだとか、うん、ここに人がいるんだったらここに天使が座っているはずだとか、そういうところから組み立てていったりとかするので、うんうん、まあ何でしょうかね、まあ、ピンとしたところを切り取るのはもちろんなんですけど、まあ、切り取った後でさらに家で吟味するっていう作業が結構大事だったりします。うん、はい、そんなに、じゃ あの写真撮られてると思いますけど、摂写とかはしない？摂写はしないですね。写真で、うん、作品にしようとは思ってないので、うんうんうん、なんか、うん、引きでも全体を撮っておく、ね、だから写真を撮った時に面白い構図と絵にした時に面白い構図って結構差があるんですよ、うんうん、だから結構ね、あの広めにいろいろ角度を撮ったりとか、うんうん、結構バリエーションをつけて記録しておくようにはしてます。うんうんうん、カメラ2個使ってるとおっしゃってましたね、はい、GR2 つ 28mm と 40mm で、でも 28mm は基本使ってて、 40mm の方はなんかもうちょっと今日は写真として撮りたい気分みたいな時に使ってるかもしれないですね、うんうんうん、あ今ご質問記憶されてると勝手に思ってたんですが、写真も見返されてるんですねっていうことでした。あもうほとんど写真から吟味する作業の方が多いです。うんうんうん、はい、ありがとうございます。いやもう確かに海とか山とか撮られないですよね、うん、いやつまんなくないですか絵にならないみたいな、ね、まあ、いや絵にしようと思えばどんな、ね、構図でもなんとか、うん、あの仕上げることはもちろんあの、うん、そこはプロなのでなんとかこねくり回してすることは可能なんですけど、うんね、その自然に、ね、うまくまとまる構図っていうのが絶対どっかにあるはずなので、うん、それをきちっと探すっていうこと。まあ、そんななかなかこの構図がねやっぱすごい、いやいやすごい構図は本当はあの、はい、丹田のしかないです。うん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 、はい、ありがとうございます。じゃあ行きます。次が、伊藤美穂子さんです。猫と抱き合ってビヨーンと猫伸ばしです。今ちょうど猫の質問も来てました。あ、そうですか。猫と暮らしてるのに未だに不思議に思うことはありますか？思うこと何でしょうね。猫は何でしょうね。でもなんか猫やっぱ人間みたいに思っちゃうけどやっぱ人間みたいですよねっていう、ね、なんか不思議だなって思うんですけど、ね、不思議な生き物ですよね。勝手に生きているようでしかしすごい人間的でもあるっていう何なんだろうなって、はい、っていう感じで、はい、伊藤さんの質問です。コロナ禍で幸せを感じたのはどんな時でしたか？あ、そうですね、いや久しぶりに去年友達と一緒に温泉に行ったのがすごい嬉しかったです。いや、なんか本当に、いや結構こう年末になんか自分たちの間でご褒美旅行といってあの温泉に一泊するっていうささやかなご褒美会が友達とあるんですけど、うんうん、それがしばらくだからできていなくて、うんうん、あのようやく一泊できて、いやなんかこういう普通に温泉泊まって、うん、なんかつまんない話してただテレビをだらっと見て寝るっていうことができなかったし、うんうん、しかしすごいそれを自分が求めてたっていうこともなんかこう切なくなりました。うん、ちょっとなんかダラダラとね。ダラダラ、無目的に人と会うっていうありがたさみたいな。うん、ご飯も出てきたりして、ね。ご飯も出てきて、ね、なんかねそういうなんかちょっと余裕を許されない雰囲気ってちょっとあったじゃないですか。はい、コロナ禍っていうごく初期の方では、うんうん、なんかこう楽しんでることが罪であるというか、はい、ちょっとそういう雰囲気があって。ね、本当に、ね、なんか戦時中みたいな嫌ななんか感じがあったんですけど、
なんか急にね楽しい普通に楽しいことというか浪費的なことをやっていいっていうことになんかすごいありがたかったですね。なんか自粛って言葉がねすごい強い、そうそう、ものすごくね楽しんでるやつなんなんみたいな雰囲気があったので、そういうんじゃないかなって、嬉しかったですね。はい、旅行でした。はい、では続いていきます。ちえさんですね。アルファベットで CHIE、はい、ちえさん、ダラダラしていいじゃないですかっていう。ピリ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 してましたね。遊んじゃいけないっていう雰囲気がなんか漂ってた時期があったので。はい、ちえさんの質問です。イラストを描くときは街に出て写真を撮りためたものを使っているのですか、それとも何かインスピレーションを受けて描いていますか。ちょっとさっきの質問、ね、あ、そうですね、あ、基本的にこれはね、街を描きたいので、あの街へ出て撮った写真を使って描いてます。まあでも結構過去の写真とかを使ったりとかもすることありますけど、基本的にはだいたいその描かれた日の周辺で撮られた写真を使って描いてますね。うんうん、天使を描くときって どうしてるんですか。まあ、この景色は天使がいるなって思います。あ、そうですね、はめやすい、はめやすいっていうのもあるんですけど、当てはめやすいというか、うんうん、な自然にね、はい、入れるところを探して入れてますね。うんうん、無理に天使は入れてないというか、無理には入れてないですね。うんうん、ここにいたらいいなっていう、不思議ななんか電信マシンとかね、いたりポコッとたまに出現するっていう感じです。はい、ちょっと描きやすい天使、うん、そうですね、はい、ありがとうございます。時間的にあと、ね、お二人です。次がですね、ふみこさんでいいのかな、あやこさんかな、ふみこさんかな、ふみこさん、終わった後も少しご質問答えられたらと思うので、もし書き込んでいただけたらお答えするようにします。多分すごく初めの方のご質問答えられてないので、ちょっと拾って、はい、拾っていきたいと思います。はい、みーこさんご質問です。絵を描くお仕事は座る時間が長いと思うのですが、リモートワークで今まで以上に座る時間が増えた人も多いと思います。マチコさんは腰痛対策など体のケアなどは普段どのようにされていますか。あ、そうですね、まあ、まずこれはですね、いい椅子っていうのもあれですけど、はい、結構ちゃんとした椅子をまず買うのは本当におすすめします。うん、なんていうか、安いオフィスチェアはですね、やっぱ私も使ってた頃は本当に痛くて、あの、はい、良いものをここは投資した方がいいかなとは。なんかあんまりこうシュッとしてるっていうか、もっとこうなんか、ね、リクライニング、そうですね、私はねメッシュの座面じゃないとダメで、なんかありますね、あの高反発みたいな、はい、スポンジの座面のせいでちょっと一時期腰を昔痛めたことがあったので、はい、そういうののチェアを選ぶとか、うんうんうん、でもあんまり、ね、高級すぎるとちょっとね、それはそれでちょっと別の問題になっちゃうんで、はい、なんか良いものをちょっと厳選してみるといいかなと思いますね。であとはそうですね、うん、なんだろう、私はなんだっけ、あのストレッチポールをあの休み時間にやったりとかはしてます。あの丸い円柱の上に寝転ぶという、ゴロゴロすると、あのグググッと背中が押されてちょっと伸びるっていう、うん、あのそうですね、なんかいろいろ健康器具はおすすめ、人におすすめされて買ったりはしてたんですけど、うんうん、結局一番残ってるのはそのストレッチポールで、うんうん、あでもそもそもデザイナーさんからおすすめされたのかな、デザイナーさんがね一番多分座ってると思うので、そうですね、うん、座り時間長い、そうですね、あとはまあ本当に1日1時間は外に出て歩くっていうことはしてます。うん、あとはあのアップルウォッチが座りすぎてると立てって言ってくるので、それに、ね、それに合わせてお茶を入れに行くとか、うん、そういうのをやってます。うんうん、はい、
体のケアみたいなの、腰痛の腰痛、体のケア的には。ああでもあんまりひどい、なんかこう本当に動かせなくなったりした時はあの整体に行ったりとかはあるんですけど、ね、でもそんなね整体とかも行き過ぎるとねちょっと癖になっていくので、なるべく癖にならない程度っていうのはありますけどね、まあ、なるべく動かすのが一番いいのかな。動かす、適度に立ち上がるんですか、ね、うん、そうですね、適度に立つとか。でもラジオ体操してるわけじゃないですか、ね、そんなそこまで言ってないですよ。ねえ、いやいや普通に立ったりとか、うんうん、スタンディングデスクとか、デスクとかね流行ってるけど別にそこまでする必要もないかなと思いますけど、はい、まあでもちょっと良い椅子にしてみるのは簡単でおすすめかなとは思いますけど ね、うん、ね、今皆さんねこのお仕事に座る時間が増えた、リモートワークでねみんな家で座ってますもんね、うん、なんかね、いや普通にダイニングチェアとかに座ってたらそれは絶対あのやめた方がいいと思うので、あの良い椅子に、別の良い椅子にしてください。はい、ありがとうございます。じゃあ次、最後です。あ、結構でも2時間ぐらいやってますね、はいはい、皆さんたくさん聞いてくださってありがとうございます。次がですね、山田遥さんです。小学校6年生、うわ、小学生が今回は、ね、あ、そうですね、最近の子供はすごいですね、うん、最近の子供、うん、今日町子さんの小学生、ありがとうございます。はるかさん、はるかさん、はるかさん、ひらがなさん、はい、ね、質問がいっぱいある。はい、はい、そうしましたら山田遥さんからのご質問です。私は小学6年生です。絵、特に水彩画を描くことがとても好きです。今日まちこさんの絵のリアルすぎないイラストが好きです。夜空などのグラデーションも好きです。今日まちこさんは小学生の時どんな絵を描いていたのでしょうか。あと、どんな時に描きたくなりましたか。どうして漫画家になったのですか。私ね、そんなあの意識高い小学生じゃない。いや、すごい私ちびまる子ちゃんとかが大好きだったので、うんうんうん、多分ちびまる子ちゃん風の絵を描いたりとか、うんうん、あとはあの岡田亜美先生が好きだったので、はい、岡田亜美先生を完全にパクった漫画を自由帳に描いたりとかしてましたね。まあまあこれはもうパクリとかじゃなくて、もう単なるもう憧れで可愛い絵だけですか。コマ割ってた気がします。割ってなんか何ページか数ページか書いた記憶があるんですけど、でもそれは別に漫画家になりたいとかは一切思ってなかったので、はい、私小学生の時は国連職員になりたいとかそういうことを世界を平和にしたいと思ってたんですけど、意識が高いじゃないですか。そう、別の方向にはね高かったんですけどねっていう、うん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 、そうですね。だからどんな時に描きたいは本当にちびまる子ちゃんを読んだ後に感化されて、あ、今回も面白かった、最高だったって思いながらちびまる子ちゃんの絵を一生懸命描いて。何年生ぐらいですか。でもそれ多分塾に通ってたから多分小4から小6の間は多分きっとちびまる子ちゃん大好きだった記憶があります。あと一条ゆかり先生も大好きだったんですけど、一条先生の絵は難しすぎて描けないので、やっぱちびまる子ちゃんで描いてましたね。岡田亜美先生、そうです、ね、まあ、ちょっと小学生ね、もしかしたらもうちょっとね、お母さんに聞いてみてくださいっていう、世代的に、はい、あとはどうして漫画家になったのですかですけど、これはもう本当に偶然で、あの大人になってからですね、あのアルバイト先で絵が得意なら漫画を描いてみないかと言われて、ちょっと自分の中学受験の思い出を漫画にしたら思いのほか好評だったのと、自分が、うん、あ、漫画って描くの面白いなと思えたので、そこから結構漫画を本格的に描くようになりました。セキララ中学受験、あ、そうです、セキララ中学受験って、まあ、まだ売ってると思います。なんか結構バカバカしい話ではあるんですけど、うん、真面目に頑張っている小学生の話でもあるので、まあ、もし、ね、うん、見つけたら読んでみてください。もうあれを出したところに読んでた子がもう大人になって、あ、そうですよ、なんか担当編集になったりとかしてますからね。皆さんも立派になられて、はい、年を取りました。いやいや、あの本当にあの 作者冥利に尽きるというか、本当に嬉しいことです。皆さんどんどん成長されて、はい、この小学生もきっと思った、はい、いつかまた立派な大人になって、絵を描くことが好きだから美大とかね、あ、なんかいやいやいや、好きです、楽しみです、はい、
という感じで、これで皆さん今回のサインのため書きが終わりました。でちょっと今コメントを遡りながら、拾っていこうと思うんですが、もし、お時間まだ大丈夫だという方、ご質問書き込んでくださったら、その場で答えてまいりますので、どんどん書き込んでみてください。で、こうですね、今日さんネタはどうやって集めてますか、はい、みたいなのがちょっと一番初めの方にあった。なんだろう、こっちの、ステイホームシリーズのネタなのか漫画のネタかでちょっとあれなんですけど、このシリーズのネタっていうのはもう本当にその時々のなんだろう、コロナの状況とか、このね世の中の状況とかと合わせて自分が目にしたものをもう即座にその日のうちにネタにしていくっていう感じですかね。で漫画のね大きい作品とかのネタは本当に日々考えて、日々刺激を受けたことをちょっとずつ練って作りためておくっていう感じですね。であとはもう編集者との対話の中で生まれていくものが多いですね、うんうん、ありがとうございます。テレビゲームはされますか、スイッチとか。いや本当に私ダメなんですよ、できない。いや これね本当に、いや嫌いとかじゃなくて多分ね、はい、こう死にそうにできない、多分ダメなタイプの人間なんでしょうね。なんか一切できなくて、あまり確かにゲームをゲームで全然できないんですよ。なんかね多分小学生の時も、ね、家にゲームテレビゲームあったりとかしてたんですけど、自分よりおばあちゃんの方がやってるみたいな。おばあちゃんやりすぎて腱鞘炎になっちゃったりしてたんですけど、いやなんかねあんまりねまだ興味向かないんですよね。でもねたまにはそのゲーム周りのものは好きで、何分かりますかね、 KDA っていうゲームから生まれた女子の韓国のグループがあるんですけど、それが好きだったりとかね、あそこの周りの話がねすごい KDA で分かる人。KDA はね 3,4 年前になんかそのゲームから派生して、あのねあのゲームのキャラを使って韓国ガールトリオじゃないやな、グループを作って、それにを歌わせるっていう企画がありまして、それでそのゲームのキャラだけはすごい知ってるんですけど、ゲームをやったことがないっていう、ちょっとかなりちょっとおかしなファンなんですけど、うん、結構最近の話でしたね。あいや KDA ね本当好きでね、あかりちゃんっていう子が日本人キャラがいて、その子が好きなんですけど突然語り出したのあかりちゃんは19歳でラップバトルとかをするんですよみたいな。それはどうやって知ったんですか。なんでだろう、なんか YouTube とか見てたのかな、それで知って。でそのね KDA の元々のゲームがあるんですけど、そのゲームがたまにそのPV というか音楽のそのミュージックビデオを出してて、それが結構私は好きで、うんうん、まあ、もちろんアニメのゲームのキャラとかを使ってるんですけど、それがかっこよくて割と好きですね。うーん、そうでしたか、はい、すいません、突然そこだけそこだけオタクなんですけどみたいな。ありがとうございます。絵の師匠の話の時に、はい、いないとおっしゃってたんですけど、はい、そういう存在が欲しいですかっていう。いやなんかそういうのを作っちゃうと逆に派閥になっちゃうから、私はあんま好きじゃないなっていうか、うん、その先生のお墨付きを得たからするとかそういう感じになっちゃうので、うんうん、まあ、それがね好きな人はいいですけど、私はそういうのめんどくさいなって思うので、うんうん、いらないかなって思ってます。なるほど、そうですね、確かにあんまりなんかね、いや、まあ、そういうね一派みたいなのは、まあ、どうしてもね、うんうん、できてくるんですけど、はい、まあ、もともとないならないでっていう感じですかね、うん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 、ありがとうございます。こんな感じでしょうか、はい、結構後ろの方が広ったかなと思います。皆さん大丈夫そうでしょうか。あ、猫の行動の話とかも猫の行動の話猫はまあ猫はね、猫は人間より元気ですけど、人間より偉いんで、人間がどうこうするものではないですね。現象が、はい、猫はね、もう神様ですね。神が、はい、そうですね。あ、最近のおすすめの映画はさっきちょっとね、はい、言いましたね、うんうん、あとなんだろうね、あと一緒にせっかくなんで、好きな映画監督さんいますかっていうのが、一緒に映画の話がちょっと近くでありましたね。
あでもなんか高校生の時から剣道地監督が好きで、うん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 、なんかなんだかんだでよくそこまでね追ってるってわけじゃないんですけど、剣道地監督が好きって言ったせいか、なんか剣道地監督の映画を見せていただく、新作がよく見せていただく機会が多くて、うんうん、でもやっぱ素晴らしいというか、うんうん、なんだろう、あの監督もやっぱり本当普通の人の暮らしっていうのにすごいフォーカスする、普通の人っていうか、まあいわゆる働く普通の人たちっていうものにフォーカスするので、なんか家族を思う時っていう映画がすごく良くてですね、うんうんうん、いや本当地味な映画って言えばそうなんですけど、うんうんうん、やっぱこう普通の人のどうしようもない悩みというか、うんうん、こう働けど働けど、うん、やっぱり絶対上にはいけないっていうか、お金持ちにはなれないし、うんうんうん、でもその中で、ね、家族の幸せっていうのも追求していかなきゃいけないみたい な、うんうん、なんかそれも本当ど世界中の誰もが抱えている悩みを、そのイギリスのある労働者家庭にフォーカスして語るっていうのも本当によかったですね。とのことでした、はい、でございます。そして、絵を描くときに、はい、これだけはしない、書くのは控えようと決めていることはありますか？これ多分作家さんのタイプによるんですけど、私は、うん、怒りを、自分の個人的な怒りを作品には反映しないっていう、うん、のはすごく気をつけてて、いやこれなんか友達の作家と話してて、うんうん、いやその人はこうムカつくことがあったから、これは絶対作品の中で書いてやるっていうタイプの人ですね、うん、私多分それ絶対やらない、私は絶対やらないって思ったんですよね、はい、で やったことがないんですけど、うんうんうん、なんか個人的な嫌な体験とか怒りみたいなものを作品に反映したことはないし、うんうんうん、多分しないタイプかな、怒りかなと思って、なんかあんまりそういう個人的なことっていうのはあんまり反映してないかもしれないですね。さっきも言ったように、なんか自己表現とかじゃなくて、うんうん、なんかフィルターでありたいなって思ってるので、うん、そういうことになるのかもしれないんですけど、うんうんうん、なんか個人的な怒りとか悲しみとか、こいつは許せないみたいな、そういう気持ちは一切書いたことがないですね。うんうん、まあ、怒っててもね、なんかね、そんな嫌なこと書いて書いちゃったら一生残っちゃうじゃんって思ったんですけど、いやでもね、それは本当その作家さんの、あのね、書く原動力なので、いろいろあるんだなって思いましたね。ありました、ありがとうございます。どうしたら読みやすくなりますか？あ、いや、どういうことなんですか？読みやすくなりますか？それは何だろう、小回り普通の漫画についてかな。どうしたら読みやすくなるか、あ、まあまあ、まずはあれですね、まあ、誰か第三者に読んでもらうっていうのが、あ、うんうんうん、発表する前にね、あの、まあ、それがね、あの漫画家にとって編集者だったりするので、うんうん、まあ、そこで この話は全然関係ないからいらないですよねとか言ってもらえると思うんですけど、うんうんうん、まあ、そういう一回第三者を通すっていうのは結構大事ですね。あとはまあ自分の言いたいことはちょっとはっきりさせてから書き始めるっていうのはあるかもしれないですね、うんうん、まあ、よくあるのは、まあ、青春漫画だけど戦争漫画でもあるっていう風な表現は、まあ、よくあると思うんですけど、うんうんうん、ただこうなんだろう、書き始めるうちにそういう両方ともっていうのをやっちゃうとすごい難しいですね、うん、だからそういう場合はやっぱり一回青春だけを書いてみるとか、うん、こう一つに絞った方がいいかもしれないですよね、うんうんうん、ちょっとね、高度な技だと思うんですよ、実際は結構、そこはどこですか？子供の声が聞こえます。これあの RN プレスがですね、公園の中に事務所がありまして、いや子供が、なんか裏が公園なんですか？そうなんです、すいません、いやここに子供がいるわけでは全くないんですけど、そうなんです、猫はいるんですけど、公園のね、前も公園だし後ろも公園というところに事務所がありましてですね、私もちょっと初めてすいません来たので、ね、すごい賑やかでキッズがすごいもう遊びまくってるっていう、うん、そういう子供たちの声が多く、そうですね、聞こえる事務所で、まあまあ、活気があって良いのではないでしょうかすいません、事務所の音でした、はい、恐縮です。あと1個あったかな、これかな、
はい、今日町子さんは戦争などと言ったら、今日町子さんは戦争などといったテーマが特徴的だと思うのですが、町をテーマにしていて興味深いです。やはりコロナという社会的に問題という視点から、見ているのかなと感じました、はい、今後のテーマは決まってますか？あ、そうですね、これ、まあ、基本的にこれ街って言ってますけど、まあ、コロナがテーマなのでかなり社会的な作品だと思ってます。あと、まあ、コロナテーマっていうのすごいいっぱい作品あると思うんですけど、多分私が目指していることってコロナのその点ではなくて、コロナの始まりからあの消えてく様までを記録しようと思っていて、それがなんかこう今後また何か大変なことが世の中に起こった時に、大変なことが起こった時ってどうやってこう大変になって、どうやって日常になって、どうやってまた消えていくのかっていうのの参考になればいいなと思ってやっております。で、あとはまあそうですね、まあ今後のテーマはまあもちろん戦争とかも引き続き国軍とかはねずっと需要があって考え続けなきゃいけないっていうのもありますし、あとはまあ被災地のに通うっていうことを最近ずっとしていて、取材をずっと続けているので、何がしかの形にまとめられたらいいなとは思ってますね。まあでも本当に何でもいつもいろんなことをあのアンテナを張って考えていきたいなと思ってますけど、なんかね、やっぱそういうところではやっぱこう昔国連職員を目指したのは少しあるのかなとか思ったりしてますね。コロナがね収まるまでって言いながら、ね、やっぱりそうなんですよ、うん、誰もがねもうコロナを忘れた頃までちょっと書きたいなっていうのはあって、なんかみんながね、うん、もうそんなことあったねっていうところまでフォローしてこそだと思うので、なかなかね長く書き続けている人はあまりいないと思うので、そうですね、結構貴重なものにはなってるんじゃないかなと自分でも思ってます。一時期ねちょっとコロナに関する本とかも増えてたりとか、うん、でもねみんなねピンポイントではね取り上げるんですけどね、うん、秋っぽいんですよね、皆さんねやっぱここまで検索して記録としてね、うん、ちゃんと残したいって思ってます。まあちょっとまた来年も出せたら、ね、出せたらって言ってもなんかあんまりねなんかこの頃の場合は、ね、もう来年でピシッとね終わりたいといつも願って、あの前回もね本当ディスタンスで終わるはずだったんですけど、終わるはずだったんですよっていうのはコロナがね終わるはずだったんですけど、やっぱりなかなか終わらないっていう、向き合っていきたいなと思ってます。という感じでしょうか。大体皆さんのこんな感じで、すいません、なんか後ろの音が、子供たちとか何やら音がありながありましたが、こんな感じでしょうか。RN プレスか、お知らせとしては来週ですね、22日に青山ブックセンターで、今日まちこさんの、トークショーとサイン会を開催します。で、今まだ募集中なのでぜひ、なかなか思いません、ね、失礼いたしました。あ、でももう本当にもう全然抜けていただいて大丈夫ですよ、はい、アーカイブを、はい、後でアップしますので、すいません、はい、ということで、はい、まあ、トークショーやるのも久しぶりなんですよね。あ、はい、リアルで、そうです、はい、どのくらいぶりですか、リアル、もう何年ぶり、何年ぶりみたいな、 3年ぶりぐらいかもしれないですね。3年ぶりぐらいですかね、はい、お目にかかってちゃんと、ね、対面でサインもできるので、はい、東京の方、近隣の方、ぜひお越しください、はい、中身はですね、1日ずつ、今日は質問に答える形式だったんですけども、1枚ずつ解説をしていこうかなと思っております、うんうん、はい、コロナがなかなか終わらないね。はい、トルコアイスさんでした。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。私たちもすみません、長々と言ってしまっていて。何もかもが終わらない。何もかもが終わらない。はい。そして、そんなこともありながらも、クリアファイルとかも作ってます。もし映ってるかな。あ、そう。これね、いや、これ。これについて解説したい。解説しましょう。これはですね、すごい、なんでこの地味な絵があって皆さん思うと思うんですけど、これですね、実は解説を読んでいただくと分かるんですけど、辻村美月さんが選んでいただいたのがこの1枚で、辻村さんはこの絵について語られているので、ぜひ
あのっていうか本当辻村さん文章やっぱりプロの方なんで、うん、本当に素晴らしいんですけど、うんうん、いや本当ね涙が出るという涙が出るっていうあの素晴らしいグッときますね、うん、書いていただいたんでぜひ読んでいただいて、まあ、このクリアファイルの意味がお分かりになるかなと思います。はい、こんな感じでクリアファイル4つ、なんとなくこれね京さんと作品今回選んで、はい、これとかも京さんお好きだって言ってましたね。あ、これはね本当にもうなくなっちゃったというか休業中の芳名館ですもん。芳名館ね泊まりに行きたいなと思ってるんですけどあのそう芳名館、いや全然関係ないんですけど、ここね、ここ芳名館っていうあの旅館なんですけど、うんうんうん、ここでなんだっけ作家先生プランみたいな、はあ、お泊まりプランをやってた時があって、はい、なんかいやそういう 文豪プランか文豪プラン、文豪の気持ちになって泊まることができるっていうプランをね、うん、一回やってた時があってすごい行きたかったんです。なんか編集者があの原稿の催促に来たり、編集者が、はい、あのおやつをお使いに行ってくれたりする文豪気分が味わえるプラン、まあ、まあね東大の近くなの、はい、なんで、まあ、確かになっていう、はい、あのまあ、もちろん漱石先生的な、はいはい、気持ちになれるっていう、なりきり漱石でなれるっていうのを素敵なのをやってたんですけど、うん、ちょっと今休業中で復活してほしいなと思ってます。 あとすごい実は今も発売してすごく人気の高い桜のクリアファイルなどもございます、うん、はい、大人気、ぜひぜひ。あと今回グッズはこの辺のマステも作ってます。見えますでしょうか。あ、これのマステ、はい、かわいいです。マステは楽しい。毎回ねついつい作っちゃって、はい、天然画法の時とかもねいっぱいあります、ね、天然画法から続いてこれもディスタンスもあるので、はい、よかったら皆さん手に取ってみてください。まあいろいろ作ってます、はい、ね、まあでも引き続き毎日書いているので、はい、なんか応援していただき、ね、応援していただくというか、まあ共に日常をね、うんうん、滞りなく過ごしていければ。でも本当に今は日常がままならない生活の人もいるので、うんうん、まあ普通に日常があるっていうこと自体に感謝はしているんですけれども、うんうん、皆さんもあのどうかお元気でお元気で大阪とか九州にもぜひ、はい、実はまだ告知してないんですけど、はい、6月末ぐらいにですね神戸と京都でイベントを開催することが決まっていて、もう少ししたらあのお知らせできるんですけれども、関西方面でサイン会と神戸の方がサイン会だけなんですけど、で京都の方では読書を開催予定ですので、また SNS などでお知らせしていきますので、そちらもぜひ全国の、なかなかね全国回るのは難しいんですけど、京都、ね、とかも今韓国 の方とかも韓国行きたい、久々に行きたい、ね、久々に行きたい、はい、はい、いろんなところ地域の方と触れ合えるのもコロナ禍ならではのインスタライブ、そうですね、愛の不時着とイテウォンクラスが大好きな私で、あ、また立花さん伊勢でというふうにコメントをくださってますけれども、スーパーすごい伊勢さん、はいはい、はい、なのでちょなんか、ね、移動もできるように少しずつなってきましたので、はい、我々もそうですね、少し皆様の街に行けたらいいなと思ってます。また街、ね、をステイホームで書いてもらえると、はい、嬉しいですね。そうですね、まあ、個人的にもいろいろ取材に出てはいるので、うん、なんかおすすめの場所とかがあって、ここをぜひ書いてほしいみたいな情報がありましたらお寄せいただければ嬉しいです、はい、あとは何ですかね、あ、複製原画また買いたいです。来週から複製原画またセミオーダー、はい、去年もやったので、また今年もって感じではあるんですけれども、今年もあのエッセンシャルの中からお好きな作品を1枚選んで、1枚じゃなくてももちろんいいんですけど選んでいただいて、額装して直筆のサインを入れて販売するっていうセミオーダーの複製原画販売を行いますので、来週から受け付け始めて6月末に締め切りで、制作が7月なので実際お手元に届くのが8月になっちゃって結構先なんですけれども、お気に入りのね、ぜひ1枚をお部屋に飾ってもらえると素敵だなと。そうなんですよ、複製原画ちょっとこう、ね、宣伝みたいになっちゃうんですけど、うん、いやこれはね色がねすごい素晴らしくよく出てるんですよね。もちろん書籍でも綺麗に色は出てるんですけど、ちょっとねこれは多分実際も見ちゃうとね、実際手に取った方しかわからないんですけど、なんでしょうね、いや完全になんか色の深みがちょっと違うというか、さすがに高精細の印刷だなって思う仕上がりになってると思うので、まあ、ぜひお気に入りのものがあれば飾るように
どうぞっていう感じで、ね、迷っちゃうんですよね。いやちょっとね色の深みがねちょっとすごすぎる すごすぎるっていう感じだったんですよね。今回も今はちょうどタイトル荻窪タイトルに飾ってあるので、まあ、もしもうもしかしたらね買われちゃってる好きな作品買われちゃってることもあるかもしれないんですけれども、あと岡山でも明日から始まりますので、まあ、ちょっと見てみてであこんな感じかっていうのをねちょっと、はい、見てもらってもいいかもしれないんですけれども、はいはい、っていうことを来週、発売一応本の発売18日でちょっと今先行して、はい、あの早い書店さんだったりとかあとオンラインではもう発売始めてますけれども基本的に18日からっていう感じになりますので、はい、またちょっとそこでも楽しみにしてもらえると嬉しいです、はい、でそんな感じでしょうかね。あの、はい、アーカイブも残りますのでこの後、はいはいアップしていけたらと思ってますのではい、はい、というところでございます、はい、ありがとうございます。じゃあすいません長らく2時間ちょっと長くなっちゃいましたけど超えちゃって申し訳ない、はい、皆さんあでも結構残ってくださってて素晴らしいですね。素晴らしいです本当ありがとうございます。じゃあキヨさん最後に締めの言葉などいや本当にありがとうございました。皆さんあの貴重なお休みの時間を割いていただいて本当にありがとうございます、うん、またおのおの の生活に戻っていただければ幸いでございます。はいありがとうございました、はい。